え、自由が来てる？自由がなんか来てくれてるみたい。本当？どこに？あ、ログアウトしてる。あ、残り頑張ってねっていうチャットが来ました。ありがとう。はい、バカ張り直しました。ほいほいほい。どうもー。ほい。ラストワークでございます。イエイエイエイ。ドラゴンクエスト10大躍進主催の、はい、ピーコと内藤さやかでございます。いや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 。ニキと新社大使のピンコさんもいます。はい。いやいや。新社大使、カズナリもいます。はい。初心者もメインの。メイン。カオちゃんこと、八幡カオルです。どうも。いや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 。イェイ。24時間が経ってね、私のあれの、あれのあれが。あれのあれが、ちょっと。やめてください。ちょっと私は今からね、もうかなり延長します。今から延長。どのくらいかかるんだろう。レンダーシアまでと。まだ。はい。あ、これこれで、ね、上の方が多分出てくると思います。これも、はい、やろうかな。やりましょう。延長つ、えい、延長しました。おい、延長つ。今からね。全然マデトーの方が出てこない。お稲荷さんが竿を、ね、作ってくれるということで。マデトーか。マデトーってどうやっていくんでしょうか。あの、エテーネのタイミング。あ、エテーネの、エテーネのところ。エテーネ？エテーネ？じゃあ竜なのかな？神。あ、飛竜で、飛竜で、よし。間違えた。じゃあ竿は、なんだ？じゃあルアーは俺が。あ！やった。これは落ちるかもしれない。あー、ポケロー、おはようございます。あれ、来た。じゃあこれ、おー、イゴさん、ちょっと本当に、え、大丈夫ですか。びっくりしたなんか、それ使っても大丈夫です。あれも知って、あ、なるほど。あ、そう、A です。みんなにも使えた。あ、A か、何か。そう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 。なるほどなるほど。こっから。ちっちゃい島。なあ、マジっすか。うん。うわあ。例のあれだ。なんかねー。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。ここだと弱い。なんかさ、今日もあれ。俺は2人ぐらいいけると思った。2回。本当っすか。うん。言ったらいいのにな。あ、母ちゃんが両方ついてる。マサハルが飛んでくるよ。あー、見れなかった。あ、母ちゃんの残像だけある。ピーがいた。ピーがいた。母ちゃんの残像がある。セラピーがいた。蜂になってる。蜂になってる、セラピーがいた。マサハル、マサハル紅白おめでとうございます。友達みたいになってる。マサハルおめでとう。おはびー、おはようございます。おはようございます。なんか喉がいろいろ覚醒してた。そう、ちょっとお稲荷さんもらっていいですか。これおいしい。あ、こんなチャスが作っちゃったごめんね。いや、あれがダメなのかな。はい、ルーラストも登録してるね。はい、そっちに。はい、もうちょっと今見つけた中よ。うん、うん、これ何だろう。あ、生姜が効いてる。おお、うん、いやー、あと3時間だ。めんこルーラー作れないらしいです。めんこルーラー作れないみたいな。うん、こっちだった。みんなインコさんが折れるかって心配します。ん、おい、ボビーできた。あ、できました。うん、お、
はい、あ、大丈夫ですか？リンコさんの方で。あ、申し訳ない。リンコさん。あ、マデト。どこかもやってるんだ。あ、気になった。あ、あれか。あ、あれはエテルヌか。ん？あ、これか、までと。あった。え？違う。誰が野獣サイピア。までとってエテルヌのところ？ん？え？あ？までとここじゃない？あ、あ、ちっちゃい、これ？あ、これ、ちっちゃい、これで岩だった、これ。あ、これマデトや。ここマデトや。違うみたい。あ、やばい、逆だ。よく来ないでしょ。サウはね、はい。なんか普通のサウ。綺麗。桜で釣るの。丈夫な釣りだったら落ちる。え？あれ？あれ石みたいなガスがあるけど、あれじゃないよね。え、あれ？あれ本当に？あれそうなの？これ？これそう？え、嘘。え、これ？マジ？これ？これなんだ。あ、ケンちゃん完成した。すごい。あ、あったまでと。行ってる。あ、降りれた、降りれた。ルーストーン。ルーは作れないらしい。作れないですね。まで島ね。超ちっちゃい島でした。誰かいるという。もうすでに。すごい。まで島をあれを探しに行ったところですね。ああ、行ったわ、ここ。なんかそう、なんか行ったんすよ、ここ。ああ、修道院で思い出した。なるほど。リスナー参加はあり？リスナー参加ね、ちょっとね、企画上、はい、ちょっと難しいかも。企画上、ちょっと難しいかもしれないと。はい、ただ、一緒にね、はい、されてる分には。あ、一緒に、毎日にされてる分には。うん、なるほど。なんだろう、どんな企画だろう。今ルアー作り終わった。早っ。いや、一発しちゃうよ。あ、クラゲ相手。で、マネトーはレンダーシャー、はい、レンダーシャーです。真のエテーネの島のちょっと左上中に出てきたな。石ですか？いや、俺石する。パーティー組んだらわかるんじゃない？あ、パーティー組んだら。あ、思い込んだらみたいな。めっちゃ晴れてる外。うん、今日天気いいからな。場所は言ってんだよね。どこにあるかみたいな。はい。あれなんていう？大回り。あの、エテーネのとこの。あ、違う、ごめん。ここが今、ここが配信場所みたいな。一応六本木とは言ってます。はい。はい。六本木にいるんですよ。の、まあ、グレープカンパニー稽古場でございます。あった。マデトはね、ちゃんと持って、どまんだろう。はい。そこからが勝負です。そこからですよ。ここから。仲間ですよ、どっちも。石みたいなやつなんで、石みたいな島。うん、今、リキュテン TV の LINE があるんですよ。卒業した後にね。あ、そうなんですか。うわ。で、ロフトさん頑張れ、頑張れ。ああ、ありがたい。頑張ります。はい。あ、ここ。あ、よし。早い。おお、マジめっちゃ早い。よし、これで私の勝ちはもう揺るぎません。いや、降りただけですよ。確かに着いたのみ。痛い。いや、なんか嬉しいな、やっぱりこうやってね、あのゲームのさ、モニターなんかの、基礎と。あったー、インコさん来たモグラを引き連れてる。モグラ？そう、ザ・モグラがいい。え、かわいい。
ザ・モグラ下げます。ほい。あー、消えてなくなった。もう消えてなくなったわけじゃないです。土に生まれます。あー、なるほど。いいことも作った。作った。早い。じゃあちょっとそれぞれに渡しますんで。やったー。じゃあ、でもいいのよ、はい。はい。はい、じゃあ、今日覚えたやつね。今日覚えたやつだろ。今日覚えたやつ。あー、いい。お、サンキュー。サンキューゴールド、ありがとう。サンキューゴールド。いや、嬉しいよね、これね。別に桁間違えたらいいんですよ。え、3.9 ゴールド。3.9 ゴールド。よし、じゃあ立ち上げてやつを作ってもらおう。はい。すごい、そんな。お、インコゴールド、ありがとうございます。あ、インコゴールド、なるほど。わーい。ありがとうございます。おー、これで知ってんな。早いですね、もう気になってる。クラゲ。みんな釣ってる？あ、ほんとや。フルーツミックスいただきまーす。あ、やっとこのね、なんかフリスク的なものを食べてるから、あれなんだけど、濃厚林のね、後味が。うん、やわらかいです。俺も後でスライムマン食べよう。濃厚林。あー、おいしい。さっきのトマトガブガブ食べてもいいんだよ。あ、いくらで腰がつかなかった。めっちゃおいしい。じゃあ、マレートでね、マッチマッチしてます。あー、やってる。仲間になろう、みんな。あ、カオちゃん、そのときだろ。うん、まだまだね。盗賊だ。でも自分の中ではメイン職業ってあるじゃないですか。あります。俺、旅芸人の会社でやってて。あ、そうなんですね。今は結構スーパースターも多いんだけど。いやー。第三としては、はい、道具使いとか魔法戦士ですけど。ほうほう。俺ね、盗賊を育てようって決めたんですよ。はい、おー。来年ぐらいから盗賊になります。来年。あ、もう少しですよ。もうすぐ。あと1ヶ月ちょっと。やっぱりそう、レアドローとか、盗みを。盗みを。ああ。いいですよね。うん、私もしちゃいます。だってレアドロ 1.9 ですもんね。うん。もう幸運の守りは、最高値ですよ。へぇ あれ、インコさん借りてから、一発でなんか出したんですよ。レアドロップの。そう、あれはね、俺もちょっと見てたのよ。はい。ただ、あれはね、レアドロップに関係ないんですよ。関係なかった。ただ、俺がそのサポートに入ったことによって、はい、その転生パワーみたいなのが多分たまるから、それで出たんじゃないかなと。へぇー。そういうのもあってもいい。高速にレアドローいらん。いるあれと一発着地。確かに器用さの方がいいだろ。あー、器用さ。でもレアドローもあった方が良さそう。みんな、どこにいますか？あ、いた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 。あ、いた。あ、いたいた。よし。仲間誘っちゃっていいですか？誘っててください。カモちゃんに服。かわいい。チェックのスカートとブロッコリーみたいな。これミスマッチ感。今取引して。あ、でも違うのもあるんですよ。これが。あ、可愛くなった。あ、綺麗な釣り竿。もう可愛い。お稲荷さんの釣り竿でございます。そうですね。さあ、顔が緑で頭緑っていうのがちょっと。そう、ちょっと耳はみ出してんだな。そうなんです。ちょっと顔の形これなんですよ。マクロの本当は可愛いアフロからちょっと耳出てる上。はい、やらしいってコメント。何にもやらしくないですよ。何にもやらしくない。星なすぎ。エルフ2人、プク2人。本当よ。お。皆さんじゃあ撮りました。まだかな。あとカオちゃん、カオちゃん。はい。はい。はい。じゃあ、お稲荷さんだから、
わかんな。森谷さん。あー、日が沈んじゃった。あ、木工でしたっけ？木工ですっけ？木工。あー、でも GU に頼んだ方がいいのかな。友人に頼む？レシピを木工の友人にあげてるかもしれないね。え、何が欲しいんですか？持ってるかもしれない。あ、持ってる。あ、持ってる。皆さん、落ちました？あ、まだ。落ちました。まだ。これ。はい。じゃあ、装備を、綺麗な釣り竿と銀のルアー。はい。はい、今作ってもらった綺麗な釣り竿と、はい、銀のルアー。銀のルアー。星一つ。では、今から。始めます。はい。いい声になった。いい声。あクラキンミリオンだなはい、クラキンミリオンゴールド、ダラチからミリオンゴールドと題しまして、これ簡単です。今から釣りをしてクラゲ、はい、キングサイズが釣れたら、はい、100万ゴールドだ。これから釣りのバージョンアップがおそらく、もらえるんか、はい、釣りのバージョンアップがおそらくあるんです。近い将来。で、クラゲっていうのが今ね、はい、釣れたら経験値足りない、はい、お魚の恋も全然もらえない、苦しいばっかり。ね。はい、だそのクラゲの地位向上のためになんか企画をずっと考えてた。これもう行くしかない。キングサイズを釣った瞬間に100万ゴールド差し上げます。わぁ、すごい。ただし、はい、魚を逃した場合は、それ相応のペナルティーになります。え、どこ？魚逃した？はい、魚釣れなかったりね、バラしたら釣るじゃないですか。あー、失敗しちゃった場合ですか？そうです。失敗したところだ。これ何らかのあります。例えば、カオちゃんだったら、私に、ハンマーを作って、ああ、そういうことですね。そういうのね。なるほど。カジノ、あれをするね。こう。いきますよ。クラゲの、大きいやつ？キングサイズ。インコさんのポケットマネーなんですか？はい、私のあの、サブキャラの、調理職人をやってるインコさん。インコちゃんの、インコちゃんの、タケちゃんの、もうめちゃくちゃ思ってて、この間ロボットを開発したぐらいお金がありますんで。クラゲの。それ気になります。何ですか、それ。クラゲの地位向上のためには、100万ゴールド欲しくないです。うん、皆さんもあの釣りやってください。ただ皆さんが別にクラゲのキングサイズとか100万ゴールドないから。ないから。確かに。そりゃそうだわ。そりゃそうですね。はい。じゃあ、引っ掛けの間にインコ食べたい。よし、行きましょう。まあ、並んで。ちょっと並んで釣ろう。並んで釣るんですね。うん。じゃあ、まずは並んで釣るか。はい。よし。これね、釣れた瞬間にキングサイズって出るからね。嘘つけない。で、俺はね、インコちゃんのキャラクターとは別会見でやってるから、はい、俺も正直100万ゴールドすごい欲しいですよ。インコちゃんからもらえるんですね。そう、インコちゃんのお金は勝手に下ろしてないんですよ。あー、なるほど。そんな厳しい。厳しい。ものすごいスポンサーです。すごいっすね。すごい厳しいな。じゃあ、クラキンミリオンゴールド、スタート！釣れろ、釣れろ、釣れろ。クラゲっていうのはクラゲあのゆらゆら漂ってるのとあそうですねくるくるっと回転したっていうのがあ、ほらくるくるの方が大きそうなでくるくったらまくったらうわーなんかすげーでかいでかいでかいこれはちょっとこれ無理だあー逃したあーあーペナルティーですやばいやだこれあやばいいるなこれあ逃したすいません伸ばしてましたやばいみんなみんなここぶっ倒れてんだこれやばいやばいやばい。場所間違えてます。場所間違えてます。間違えてますね。タイタス号あたりがなんかクラゲになったらよかったなと思ったけど。タイタス号でかいっすよね、あそこも。もうどんどん小さくなってきてる。これはクラゲの方が小さい魚へ。はい、クラゲ入りましたよ。まずクラゲです。1クラゲ入りました。あ、魚袋いっぱいだった。わぁ、やばい、めっちゃでかい、これ。あ、くるくると回ってる。やばい、クラゲ。やばい、くるくると回ってる。いやいやいや。振った振った。結構ねこのね三オットの組み合わせによってクラゲとのあの動きない展開になってます。あ嘘でしょ？え？逃した？二番二番のクラゲ。あ逃した。クラゲ逃しは相当罰ゲーム高いですよ。もうクラゲ逃したやっぱり。逃した。マジで？あこれ見たらがりとたま。来た来たちっちゃいの77メートル。
77メートルめっちゃでかくないですか。いや、俺の方が暗いのかもしれない。あ、竿とルアーの空ちょっとね。いや、それはありますよ。いや、これ来てるぞ、来てるぞ。もう 2.2 メートル。いや、炎の釣り竿ぐらい。まあ、これでかい。ダメだ、楽。いや、これ無理、無理、これ無理。これ無理。来た、これ無理。来た、来た、来た。今、カズリクラゲ釣った。こいつだけ。普通サイズ。普通サイズ。あー、逃った。やだ。あ、くるくると回転してる。よ、くるくる。しかもでかいぞ、これ。めっちゃでかい。多分相当でかい、これは。あ、やべ。これはでかいぞ。やばい。これでかいぞ。これはでかい。ただもう。勝った、勝った。もう緩められない。これはいい感じ。あ、私。もう緩められないかもしれない。もう緩められない。緩められない。あーやべ、俺も200、あー無理無理、今200m も高かった、俺は 100m、 あーもうちょいなのに、あっ来た来た、これはあっあっやばくた、あーまた乗れたかも、クラゲンキング、ドゥラダー、あーそうか、相当でかかったと思うんだけどな、これ、あー距離とね大きさ関係ないらしいよ。え、そうなんですか、え、マジ、あ、サービもクラゲ、クラゲ伸ばしまくりだね、伸ばしまくり、全然釣れない、ここまで来てでかいね、これ僕ね、あの選択します、そう引かない、諦めます、そうだね、諦めます、確かに諦めない方がいい、諦めます、いや、そんなに本当だから俺は闇の釣りだ、これは無理だ、141.6、ポケトケドア、これは無理だわ、あ、オッケーよ、いや、これは無理だわ、諦めた方がいい、これ諦めた方がいいな、それ諦めよう、これ諦めてどうなんすか、諦めても、いや、150m です、ダメです、ダメなんですか、皆さん、あの、伸ばした回数は私カウントします、え、うん、いや、本当無理だもん、これやばい、これあれですね、いつも以上に夢中になります、どうぞ、超夢中になります、これあ、もや、もやある。ああ、これいけそう。もやられました。あ、これいけそう。何だもいるんだ。あ、よしよしよし。あ、え、負けてた、勝ちだ。やばい、来た。無理だったー。あ、揺らった、揺らった。ええ、また揺らってる、今。マジ揺らってる。あ、俺もこれ。はい、俺も揺らった、揺らった。間違えて、そう緩める2回しちゃった。いや、ね、ありえない。ありえない。高い。ありえない。何だろう、作るんだよ。ありえない。さあ、来い。さあ、来い。うわぁ、みんなおはよう。どうも。これ、本当にだから。お。いやぁ、これ厳しいかなぁ。さあ、ノーマルサイズ。ノーマルクラゲ。もう無理です。ノークラ。いやー、これはやばいぞ。もうダメだ。クラクラゲじゃないな。キングサイズが釣れるところ。でもこれ、あの、これはダメな気がする。サオとあれが。そう、大物いっぱい来るのに、全然釣れないの。じゃあもうサオ、違うやつでもいいっすよ。ええ、その代わりもあのバラした時のあれが、でかいですよ。ちょっと待ってください。現状クラゲ待ちになっちゃうからね。いただきます。タイチ3持ってる。うわ持ってないです。あ、じゃあタイチはもう女子みんなに勝ってた。あ、3死にあるかも。何になる。うわもう、あ、これいけそう。あ、インコさんめっちゃ高いの釣った。ほんと、え、釣ってない、釣ってない、釣ってない、違う人、違う人、違う人、クラゲ、おい、クラゲの、あ、クラゲ、いやー、ごめんなさい。でも私もクラゲあと 3.3m さあ釣りました。お、さあここから、いや、でかいなぁ。せい、あー、ノーマルサイズ、ノーマルサイズ、もう、あ、いいぞ、ばっかりですよ、これ。あー、サオちゃんは、もう今日はあのメインだから、サオとルアー変えていいっすか。はい、変えていい。でも、そんなんでも、ちょっとやめだめだ、みんなと一緒にやる。いや、そんなに大物、いや、大物釣ったっていいんだから、別に。本当は俺は、いや、もう一回イーサオとそれなりのルアーで、はい、あの大物が、あの、この熱いバトルをしながらクラゲを待つっていう。なるほど。それも考えた。でもちょっとイーサイズはちょっとかかったんだけど、いや、めっちゃ大物だよ。イライラって、ただ、一撃で終わりますね。はい。うん、でかい。そうなんだね。あー。あ、終わりそう。あ、まだ。あー、やったーやだー。あ、聞いた。で、これが私が、あの、一番、この、恐ろしい展開で、僕が釣るっていう、この展開。はい。申し訳ないです。やべ、あー、クラゲも逃すね。クラゲも逃す。
この投げ物ルアーとの差って大変だな、ね、うわいいの釣れるかしら。これはみんなクラゲ釣ってる。あ、これできない、進んでいけないんだ。いやもう無理だこれ無理だ。私ねレベル15です。レベル 15？ いやもうこれ大物がいつきたから。あーもうやん、違うと思うんですよ。みんな違うそうにしました。うん、ラッカランとか釣れます。ラッカラン、ラッカラン、ラッカランにクラゲ釣れる。ラッカラン釣れます。ほんと、へえ。ラッカランに行くか。ラッカラン行ってみますか。うん、はい。釣り始めのバスとかにキバシさんと行って間違えてクラゲさんって言ったんです。じゃあちょっとクラゲ、あのラッカランにクラゲ釣りに行こう。みんな誰か入ってる。あ、ラッカラン持ってます。トーちゃん借ります。トーちゃん持ってます。南の丸っこいところに。南の丸っこいところ。ラッカラン。おお、ここっすか。こんなところに。やばい。一個ラッカランで。じゃあこの装備はこのまま。はい。じゃじゃん。ここか。へえー。そうですね。ここ釣れるのは、はい、熊の実、アイナゴ、ラグユゴ、アジ、クラゲ。おお、いいっすねー。僕も結構要注意だよ、気付いてる。ハハハハハ、結構暴れっから。あ、そうなんですね、はい、もうやっちゃっていいですか。うん、行きましょう。はい、再び場所を変えてクラゲミリオンゴールド、イエーイ。さあ 55.3m の魚が囲って、はい、実はまた暴れるということはクラゲじゃない。クラゲじゃない、ね、このいいね。あ、34m。 いや 31.4、 ちっちゃい。こういい感じかな。いいの取るかな。めっちゃ取りたくなってきた。どうしよう。熊の実釣り上げた。あ、誰がクラゲ釣ってる。熊の実。お、熊の実。ちっちゃな魚。釣れるかな。あの魚袋一回全部出してきます。どうしよう、すごいトイレ行きたくなってきた。あー、もったいないこの時間。どうしよう、行きましょう。すごい。やばい。どうしよう、ごめん、おならしたらごめんなさい、本当に。ねえ、ガンガン、おならやばいからもう、ね。出てく。よっしゃ、やっと釣れたー。何やろ、釣りレベル上げる。あ、熊の実だ。トビウオ。はい、これはね、ここのポイントは、はい、クラゲが分かりづらい。そうですね、どれも同じような。ルガルかクルーがどっちかで、うん、あ、これちょっとクラゲの感じだな、これ。釣れた、よし。え、さあ、クラゲヒット。ただね、このくらいが結構ね、熊の実3連発。お、これは何だろう。漂ってる、漂ってる。いや、インコさん、来ますね。115m のクラゲだからね、これね。ここで 115m ですか。そうそうそう、やばっ。大事に行こう。本当に大事に。よっしゃ、よっしゃ、返す。あ、最高に最高に。何これ。あ、いや、びっくりしたよ。ビッグクラゲです。あ、そっか、ピンクか。ピンクか。あぶねえ。あぶねえって釣りたかったけど、なんか。もうちょっとこのクラゲ釣りを味わいたい気持ちも。あ、すごい。職人さん。クラゲ、ノーマルサイズ。ノーマル。すごいな。ノーマルだな。あ、あ、これはこれはなんかちょっとゆらゆらしたら、あ、これはちょっと悪くなさそうですよ。あ、ほんとカオさんの今これね、でかいクラゲだね。でかいクラゲ、でかくな。すぐ私はすぐ我慢してる、トイレを。いや、すごいな。この分、この分。揺れてる。揺れてるから、私。誰、タイピーの長くなそうにやってるの。クラゲは揺れてるんだ。カオちゃんは小刻みに揺れてる。ほんと。大事に、大事に。あ、これはもう全力で。全力で引いた。さあ、来たか。じゃあ、どう？あ。ああ。熊の実キングサイズ。
袋がいっぱいです。やっとー、守る。さあ、ヒゲが違う。魚、魚袋、魚、魚。いや、熊の生き草っていいな。あ、しかも、鼻声の君たちってる人もいる。あー、アンチーだー。いや、リスナーさんに関しては、クラキンを釣ったら、なんか僕からなんか何かしらの道具を差し上げます。おお、え、あ、飛びを打った。飛びを、あ、そう、飛びを全然来てなかったけど。あ、これはちっちゃそうだな。でも私のおなら強烈違いますからね。おならしてないですよ。結構俺、クラゲの存在でかかるの。俺、過去にね、何回も釣ってる。本当ですか？ね、もう、なんかね、ぬるっと釣れるんだな。ぬるっと釣れる。ぬるっと釣れるか。でも、ちょっといい竿なんじゃないですか、それでも。あー、そうですね。無欲。クラゲが釣れない。いや、また来ます。どうしよう、どうしよう。まだあの、リスナーさんにはクラゲに。全部渡しちゃおう。ステピー、おはよう、おはようございまーす。もう9時半。おー、もう9時半。どうしよう。もう2時間半だよ。もう全部渡しちゃおう。もう本当にクラゲすらかからない。いやー、これもなんで、クラゲだな。だから40メートル、あ、これ違う、あ、飛び降りた。クラゲが全然。あ、お仕事行ってくる、頑張って。いらっしゃい。ファインディングにもね、あの、ご便がやるって言ってた。え、そうなんですか。ファインディング、今度はファインディング、あれ、なんとかドリー、あの、あっちの方が、はい、ドリマーリン、ドリー、コーラル、めっちゃ好きです。あと4回だ。わお、最後全然クラゲくんかんないな。おじい、一回も釣ってないですね、クラゲ。クラゲ釣ったの？食った、あ、ほんと食った。あ、全然釣りをするにピンって来ない。よし、いや、インコさんと被ってる。ちっちゃいな、これ。あ、これちっちゃそうだな。魚はぼーっとしている。ぼーっとしてるの？アジ。あ、クマノミ。あ、来い。来ないと、ビールとか。あ、でかいぞ、でかいぞ。ビッグサイズ。おー、ビッグサイズ。あげて。やるなよ、でも。あ、ルアーがあと5回か。あと5回、5回見てる。あそこに飛ぼう、1回。粘土は…マデ島があれだったな。そうね、そこで、あ、そこでちょっと…でもあれ、イースターもいいわね。マデ島でやるのもいいと思う。いいです、そう、確かにそうですね。あそこはなんかキングサイガーが釣れそうな気がしますね。マジタマだな。あと2回だ、俺も。いやー、40メートル前後はちょっと期待ができないな、これだけの。そうですね、全体的にちっちゃいですもんね。わかってるな。クマノミだ。50.5メートル。来た、来た。え、違う、あ、飛び上がってる。飛び上がってる。一瞬であのね、あの、後ろを向くのよ、魚が。その時に来るかと思ったんだけど。お、来た、来た、来た。絶対逃さない。いや、俺のルアー壊れました。私のルアーが大切に大切に。どう、それは。いやー、あと2個か。アジか。アジ、まだクラゲを1回もね、釣ってない。え、クラゲ、全然クラゲかかんないんですよね。クラゲに愛されてください。はい、クラゲに愛され女子。お、58.1メートル、サイズいいよ。よ、うん、さあどうだ。よ、ダメだ、実はまた。あ、うん、当たってますね。かからない。44.3。俺はみんな応援してる。あー、飛び降りた。わお、あー、実はまたな。そうなの、これは。うわ、おお、え、マコさん、クラゲのキングさん、ありがとうございます。すごい釣れるんだ。
じゃあ俺ちょっとあげるね。鼻声つった。鼻声。微妙な。すごい。じゃあまこさんからまこさんに私がちょっとプレゼント。おお。ミリオンゴールドではありませんが。はい。ラストだ。あ、ちょっとこれラストだ。ラストなんだ。やばい、98.9m。来て。くるくる来た、最後。どう来た。うわー。あー、強い。強い。強い。逃した。強すぎた。あ、逃す。逃すくらげ。ちょっと大事に行こう。逃すくらげ。もう2回しかチャンスない。ちょっといろいろ考えますよ。これはもう多分第2回やります。第2回やります。はい、これが壊れてしまった。これはどうなの？あー、やばい。でもそんな大きくないかもしれないけど、クラゲ。おお、あ、さっきクラゲかかった？わからないです。クラゲはクルッと回るから。あー、ダメだ。ルアーがもう限界来ちゃいました。なるほど。ではちょっと一旦第1回このプレビュー版のクラゲにヒヨンボールはここで収録させていただきます。最後3品を出せされる。はい。で、先ほど言いました、マコさん。100m。私から。100m を商品を。どでかい。入れたい。お、くれた。お、くれた、くれた。これは、よ、これは、釣れるかどうか。釣れたらすごい。来る流れ。うん。来い。お。いい感じじゃない？え、これ、緩くなってます。砂糖、なんとか。え、お願い、ミリオン欲しいよ。で、まこさんには、私も。あ、インコさん、落ちました。お、もう、全然落ち。インコさんから、インコさん。あー、やばー。ドラゴンキラーの手さ。あ、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 これは来てるぞ。これ来てるぞ。この流れ、今。はい。疲れて、疲れて。クラゲの。あ、ビッグサイズ。ビッグかー。マコさんには私から銀のハンマー星さんとドラゴンキラー。欲しい。ドラゴンキラー。ドラゴンキラーって何？最近もう武器化しのレベル上げにドラゴンキラー。ペナルティーだー。あ、武器化しは決定してる。アナゴイキング。すごいな、でも。ビッグサイズ。欲しい。キングサイズ釣り上げたら相当すごいですね、うん、マコさん。あ、すごい。こんなにだって人がいないならあんな釣れない。はい。でもキングサイズではかかるんですよ。そう。うん。欲しいですね。いや、すごいマコさん。もう写真撮ろう。あ、でも、もう一回もう Wi-Fi のやつ借りてみる。あ、はい。どこだ？どうだ？あららら。はい。かわいい。取っちゃったけど、あれ、あ、あ、あ、落ちちゃったんすか？落ちちゃいました。あー、もうやだな。うん、すごい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 ね。クラゲの次向上できれば、皆さんもぜひチャレンジしてください。いやー、めっちゃ面白かった。この間釣りました。ハマグリ5回、絶対あげません。そうですね。それは。ちょっとあの道具と竿の組み合わせと場所を考えて、ね、まあ、第2回開催します。まさかクラゲに目をつけてるとは。いや、クラゲはね、本当に、そろそろ地域保存があってもいいんだから。いや、楽しい、クラゲ。はい。いや、すごい。ちょっと興奮しましたね。そうですね、クラゲ、ラスト、ね、高がクラゲ、サイドクラゲ。今後でも、あと2時間のタラって27時間。そうですね。すごいな。どうなんですか、今後は。何も考えてないんですよね。どうしようか。なんでお金が散らばってるんですか。セラピーにパシッて回っちゃって。コンビニとかね。お使いにね。お使いに行ってもらって。すごいお金が強かった。もう、気がつけばここら辺もえらいことになってから。もうこの辺見たら。いや、だってここにカツラが置いてあるもん、まず。お代目もいただきます。ありがとうございます。とても美味しかった。
ごちそうさまでした。いただきますか。いや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 。あ、これ、あ、なんとだ、うん。あ、スイートポテトなんですね、それ。あー、盛り上がった。これ、堀井さん。あ、そう、私が堀井さん用にかぶってたかったですね。もう、かぶってるの？あ、かぶってるのか。サイズは髪の毛短く使ってない。あ、私高3の時もうめっちゃショートでした。あ、そうなんだ。前髪も全部同じ長さに、ここに顎のラインと、ああボブみたいな、うん、ショートボブでした。はい、角刈りはいいですよ。じゃあで昔ね、ここ角刈りあ、そうだね、今は角刈りな、あ、もう格外じゃないですね、うん、超ベリーショートぐらい。ベリーショートものは非常だよ。撮ってましたね、撮っとるとこなんですね、うん、はい、はい、水木しげる先生の、水木しげる。やっぱり顔振り物が多いから短い方がいい、かぶりやすいんですよ、めちゃめちゃ、ね、あのずれにくいです。元々の厚さも同じですよ。こんなスキンヘッドにしたんだから。それでなんですか。うん、かぶり物なんなのよ。これがね、いやいや、ここなんかやるのかと、せっかくでも5人、そうですね、そうです、そうです、せっかくインできる状態の、してる状態なんで、どうですか、何かな、何がいいですかね。結構いろんな答え入れられましたけどね、なんか旅芸人の4人かな、あー、一応やりましたね、普通に今ボス V さんと、うん、はい、ボス、コインボスだとか、あとは何だろう、天才モンスターな。それでは、カメゴンレジェンド、ガメゴンレジェンドで、チャンス特技のベストで、あ、やったそうやってるの。お、ガメゴンも見てたの。え3.1、あ、まだ3.1ってない。2個先輩がストーリーパワーが変わってない。あ、舞茸チャレンジしようっていう。舞茸、ね、うん、舞茸やるわ。うん、前だけチャレンジやったことないですよね。うん、何だ。トライ前に。トイレ変えます。あ、はい。あと、どこの右が。あ、そうだ、トイレってところ。うん。あとで。おせっさ。前だけでコインボス。ああ。なんだろう、カーモン。登録。もう、見てもらう。もう、うん、結構カードは持ってるんで、うん、私もあります。おはようございます。いやーもうね、3月は行こう。おうわー、俺あと8枚カメめっちゃ強かったですよ。あと8枚カードカメゴンレジェンド。それはじゃあ職業縛りなんです。本気でやってみよう。サンハズレ。わかりました。サンハズマ、馬術とかですね。いや違う。あれは悪霊の髪。あれ、サンハズマなんか骨とかバラム。ああ、なんか骨っぽい、この骨骨した恐竜みたいな。うん、ああ。なるほど。サンハズマ。ポーズを鑑定して、もう持ち物がパンパンなんですね。あら、あ、ポージもパンパンだった。ポージか、捨てまくりましょう。意外と同じ効力のポージがいっぱいある。ピソコピギンコ、自信のご飯いらないです。あ、こうが位置が、まあ位置を好みで1個ぐらいなんですよ。わー、なるほど、うん、美しいところ。そうなんですよ、これ。こんなにありますよ。うん、今もうハマってるしね、一個。今全部いらないんだ。あ、そっか、うん。あ、そうだ、転職しなきゃ。でもしかしたら。3枠まで行くもん。あ、しかし、行きましょう。でも職業はもう本気で行きますよ。あ、本気で。本気で戦いましょう、3枠まで。ありがとうございました。うん、かな。あ、なんかなってね、もう頼りにしてますよ。じゃあ、ちょっと俺も転職するわ。転職、うん、インコさん何でしますか。
俺ね、何でしょう、抵抗が分からない。そう、サークナってどうなの、カオちゃんと一緒ダブル旅芸のシステムもちろん、はい、うんうん、私、あとは一応踊りも90にはなってるんで、もうすごい、はい、じゃあ踊りも一応、踊り子も賢者も一応90ですけど、ほとんど戦い方がよく分かってない。じゃあ俺は旅芸人です。じゃあ、え、私踊り子で大丈夫かな。いや、もう完全に旅芸人です、うん、あ、じゃあそうしますか、うんうん、イエーイ。え、そのマイタケは関係ないやつなの？もうガチで。もう、もう、サンアグマだから多分、下手したら死にますよ。あ、インコさん、アリーナの方から質問で、インコさん、給仕の職があるのかどうかという質問が。え、ごめん。はい。まあ、あの、答えを言うとないんだけど。ないんだけど。ないんですね。はい。もう本当に、それがどうしたってことですよ。本当に頑張れ、ごめんごめん。来、この事情にはね、2食は90にしようという。おぉ、あと1ヶ月。はい。でも、龍田さんがもう2食、90。あ、そうなんだ。ずるなんだ。ずるだ。どういうずる、うん、なんか、人を垂らし込んでメタキンとかも。ああ。本当に。そういう。垂らし込んで。すごい割りをですね。わあ、やだな。あれ、サークマって持って、インコさんが持ってるんですか？あれ？私持ってないサークマ。あ、でどっか買わなきゃいけないんですね。あ、俺持って持って。あ、そうなんですか。ちなみにシドラが、シドラ今日30時間経営してる。お、シドラ今日。行きましょう。今日ってどうなんですか？今はシドラ今日。普通のシドラ。普通じゃない。今日。普通じゃない。今日じゃ。今日って今日でそっちの強い方の今日ね。あのね、今日の日頃、ね、あ、でも今日の本日の日頃本日の日頃ね、本日の日頃、いや、面白いわ、本当に。じゃあ、どうしたら、どうしたらよろしいの、これは。かおちゃんがリーダーかな。あ、じゃあ、ちょっと変えていいですか、リーダー。よくわからないんで。あ、普通に先みたいで、魔法の鍵。迷宮に、あ、迷宮行けばいいですか。はい。あ、はい、来た。じゃあどっちから行こうな。じゃあ今日のヒドラから行こう。了解です、うん、はい、ちょっとアンケートで勝てるか、はい、まずはヒドラですか、うん、ヒドラでね、ヒドラだから毒が、はい、毒消しと思ってる。95毒消しを95本持ってる。あんまり毒消しを使ったことはなかった。ないぐらい。膝の上にこれパソコン置いてるみたいな。すごい熱い。熱いですね。本当あれ、机あった。机あった。そう、机使ってください。あ、ちょっとそれ帽子どけていいんで、私のなんで。あ、これこれ上でどかせば、これどかせばあれあれなんで。はい、ヒドラ今日に勝てるか。1番勝てる。ゴキブリのコンバ。2番無理。あ、ごめんなさい。さあ、ぜひアンケートをお願いいたします。ただ頭の上に何か乗ってる。これ誰のですかね。カオちゃん。あ、カオちゃんの？そうそうそう。なんか今頭の上に乗ってた。ちょっとあまね、路上の人のやつみたいな。路上のやつ。ありがとう。はい。さあ、ということでアンケート。締め切らせていただいていいでしょうか。では結果を表示します。ほいさどんほいほい。あ、勝てる 42.6% 無理 57.4% 無理 57.4 半数以上の方が無理と。でも結構ね、まあ、みんなほら勝てる勝てない、
アンケート。アンケートの機能のせいにしますか。寝起きだ。もう10時だよね。これ先生ね、もう10時だ。あ、もう本当だ、10時。何やかんやで。あの、ラジオは気にしない。なんとなく。はい。あ、いやー、でも、大体半分半分ですね。これ何もかしなくていいですよね。これ作戦ちょっとあの集合値で聞こう。はい。はい、え、ヒドラ、何でしたっけ、ヒドラって何だっけ、すごいですよね。ね。ダミエルで、あ、レンジャー、レンジャーいない。今日はレンジャー欲しいね。正直きついから。連なししんどくね。ブレスガード必須、神道滅却。あ、神道滅却ね、オッケー。はい。神道滅却をしなきゃいけないね。五竜組。あ、ヒドラってあれ？なんか女子会するやつかな。途中で。あの話がある。あ、話があるの？あ、あの方。毒。キラポンも必須。あ、キラキラポン、本気だ。あ、なるほど、そうそう。あ、なるほど。ちゃん装備。紫色の。こうちゃん装備。あの方ね。私の装備どうなってたんだっけ。そうそうそう、女子会のやつだ。いや、怖いんですよね、ヒドラの女子会は。混乱ガード。今日は話し合わないそうです。本当に？あ、そうなんだ。本当に？決定力あるんだ。技術、来た。あ、技術じゃない方がいいんだ、これ。巻いてか、こっちか。巻いて。守備力1しかないけど。え？守備力1しかないけど、これでいいのかな。これでいいのかな。粘りがちしなさい。そうだ、本当に。守備力1しかないけど。とりあえず、当たってみましょう。当たりましょう。母ちゃんどうした？プラス、あ、大丈夫です。オッケー。オッケー。はい。未錬金、未錬金だから。よし。HP がな、俺500ないから。500いってる、そんな。あ、本当だ。レベル上げましょう。レベルを。おかしい、面白い。最大の時は僕さっき落ちてしまったの。回線が、ね、あ、回線あ、怖いじゃん。ピラで回線落ちちゃったけど、もう、そうです、なんか立ってますよね、あれは。うん、ありがたい。だから、この、そういう点でいくと、この、いっぱい出ないから。うん。うん。あ、この1匹だけってことか。あれですね、なるほど。じゃあ、はい、出だしから皆さん、シントを見てください。はい。出だし、シントの見客。はい。行きましょう。はい。カオちゃん、お願いします。わ、私、はい、部長だってよ。行くよ、うん、後ろから立ってもいいですか、どっからでも。お尻から。はい。見つかりましょう。やあ艦長よしうわー、来た意味ない。女子会。あ、後ろから突っ込んだのに前向かれてた。ダメ、狙われてる。どこに狙われてる。どこ。俺がじゃあビート行きます。あ、お願いします。じゃあその次に私行きますから。ハゲ男だ。あ、うわあ。やばい、私遠くでビート受けれなかった。やだやだ。起きてー。何これ。なんだこれ、砂利の刃物。なんかよくわからんな。ケージ、めっちゃ離れましょう。このなんか赤いのにさ、寄らない方がいいんじゃないか。よっしゃー、ナイスショット、私の手玉が、いや、絶対私今の私の手玉、これやっていいの、ホットショップに落ちちゃって、大丈夫ですか。何やってもいい。ただ、もうタナトス、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 手玉大事よ。あの入ってないんだよ。ちょっとごめんなさい。私自分のやつが入ってなかった。あ、なに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 な
そう、ここから、その先、その先。え、何あの赤いの、ブチピン。あれ、あそこに入ったらなんか、ダメ、怒った、もっとして。オッケー。どうしました？うわー、あ、あー！ポートダウン、ポートダウン。すごい。ケンちゃん行きます。あ、そうか。え？あれハスする、ハスする、ハスする、ハスする。ハスする。あ、オスとハゲオタが来るんですね。え、何この、この、光ってるとこなんだ、光ってるとこなんだ。何これ。怖いな。何もできない光ってるとこ、避けたら。必殺。あ、はい、光ってるとか。毒光線がね、かなり入りますよね。あ、なるほど。タナ、タナ、タナとス、タナとス。あ、すごかった。ナイスショット、ナイスショット、私の手玉です。やった、いや、めっちゃ光ってる。オッケー。あー、やだ、キラキラボンが。ジンから出そう。チャンス、チャンス来たけど、まだ、まだ使わない人が来た。ビーゴいます。すみません。はい。もう今日ゲート24時みたいな。あ、チャンス、チャンスやっちゃっていいのかな。いや、ショックがすごいな。イエーイ。いや、このジンの中入っていいんですかね。今攻撃。ビーゴです。ショック、二つショック、すごいわ。これはいける、いけるんじゃないですか、これは。もう。あ、じゃあ、あいこさん、陣に入ったらまずい、これ。突然。え、突然がよくわかんない状態になった。突然し。もう、突然し、投資。今日はありがとうございます。はい。一旦下がります。はい。あ、オッケー。ハッスル。ハッスル、ハッスル。それかもう体当たりしまくって出すみたいな。ちゃんと身内に行ったら、ハゲオタだ。いやー、ハゲオタか。あー！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 
被られる。やべえなぁ。あぁぁ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 ぁちなみにですね、切れそうなのもう一枚あるんですけど。あっ、もう一回行こう。なんか私もヒドラあった気がするかも。キングヒドラ？ちょっと待って。いや、今日ヒドラつっていきたいんだけど。いいですね。ヒドラ悔しい。もう一回なんか倒せそうな気はしてきた。はい。悔しいです。あの、結局あの魔法陣みたいなの何なんだろうね。あれ邪魔くさいですよね。やっぱあれすごいですね。あ、陣は奪うのか。攻撃力がある。攻撃魔力が。あ、キングヒドラ今日2枚ありました。ああ、俺道具使いだよ。トラップ邪魔チャンスだよ。どうする？リベンジしましょう。リベンジしよう。このお茶気になった。リベンジしましょう。はい。もう大丈夫ですか？はい。大丈夫です。はい。待ってた。倒しましょう。あ、陣の上にいるときみんな離れて出さないと。え？なるほど。ね、もう一回何？陣の上にいるときは、みんなが離れて陣から出しておびき寄せる。あー、なるほど、そういうことか。自分から攻撃するよりかは、相手が来るのを待った方がいいってことね。みたいな。なるほど。入れます。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。で、次は稼ぎですね。多分。ありがとうございます。ドキドキ。うおっ、さっきのクラゲの3箇所。やったー。もう
多分マジ切りにならないと。はい。俺でも超便利で、検索もないんだよ。顔ちゃんトイレ思い出した。トイレ忘れてた。夢中になってトイレ忘れてたって。そう言われたらなんかちょっとムズムズしてきた。嘘でしょ。あ、衝撃があったの。衝撃あります。衝撃あったの。超超あります。あ、ほんと。じゃあちょっと最後に衝撃、はい、はい、含みます。わお、ありがとうございます。すいません、よし、もえ、旅券なのに行きましょう。旅券なの。配信ポイント。お金がね、頼むの。ラビング。ラビング。あ、ラビングか。あ、ミス。あ、やるやる。よっしゃー。よし。お、金塊も。おお、すごい。金塊いいっすね。旅券には、ね、もらえるお金がね、職業の証がある。職業の証。うん。取ったじゃん、なんか職業クエスト。あ、はい。あれが？これこそね、手玉ですね。うん。あの敵からもらえるお金が旅券の時は上がる。一点何倍とか。ええー。旅券の時だけですか。そうだけ。へえー。証のクエストが好きなの。職業クエスト。面白いよ。ああ。作戦としてはさっきのあれよね。これね、はい、さっきの僕のミスも言っちゃうんです。いや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 、攻めに行ってしまった。だから考えに対しても怒ってる人が多いのに、ジョスアタで、あとに電話なんて入らないよ。あ、どの日もあるけど、ジンがあったら、ジンがあったら入らない。はい、すごいすごい、直線になってる。おい、え、直線になってた方がいいですか、これ。え、直線、直線、はい、ビーバーだったら行きまーす。はい。あらら、横行ってた。よし、正面から。行きまーす。あ、ゲーム枠入るっていうコメントが。ゲーム枠入る？ありますね。まずは、めちゃくちゃ。はい、まず爆だけしてからめちゃくちゃ。あ、OK。ただ、これ、攻撃も入りたいと思うんだけどな。次の行きます。あ、お願いします。どこどこ？ラボンまで始めます。はい。回復お願いします。回復。よっしゃ。飛ばされたけど。ハッスルしまーす。よっしゃ。ちっちゃくなってる。あ、ほんと！超ちっちゃくなってる。超、あ、エンドオブシーン。やるね。遠近法が。はい。遠近法が。おお。あ、モンスター。あらら。離れよう。あれ？なんか水、飛ばれた。すぐに。ちょっぱや。ありがとう、父さん。いいよ。よし、守って。あ、怒ってる。昔、日光さんが入らせようとした。幻幻幻って言うよ。俺、結構強かったんだけど。ありましたね。あ、防げなかったかな。あ、なんだこれ、なんか来てる。あ、ちっちゃくなっちゃった。あ、なんか黄色いところ、なにこれ、黄色いところ、なにこれね、黄色いね。はい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 。エンドブ、エンドブ、エンドブ、エンドブ。やだー。一冊。あ、ちっちゃくなっちゃったー。いやー、なんだよ、こいつ。ちっちゃくなったら、かわせやすいの、手がない。よし、ないしょ。で、守備力下げて、ヒントさん、また小さいです。あ、ほんとだ。あれ塩飲むそう。運動部行くか、じゃあ。え、ヒントさん、まだ小さい。あ、電話かけた。届いてなかったのかな。電話どうだ。もう一回、ビート、ビートしまーす。
じ。どうだ、いくかな。よっしゃ、ナイスロック渡ってます。よっしゃよっしゃ、いい感じ、できる、できる子よ。いいね、いい感じ、いい感じ、ナイス。百回でオランダ。あれやばい、死んだ。あー、さよなら。あー、惜しい。いけるかな、サイピンとこ。俺がいる。あ、あ、行っちゃった。あ、中断しちゃった。あ、みんなに中断された。お見合い、どうだろう、お見合い。さあ、ここでさ、あ、行けない、行けなかった。行けなかった。あー、よし、行きます。行きますね。ハッスル、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 ハッスル。あー、死んじゃった。怖い、こっから怖いかも。もしかしたら、うん、さっきもこっからでした。あー、ほら、カズナイクが泣けなくなった。やばい、ピンコさん。お、セーピーは、あ、どうだっけ、どこだ、セーピー。あ、お願いします。よしわ、私はハッスル、ハッスルしわ。そう、まあ、じゃあ倍数的な、あ、倍数的なやつね。はい、はい、ビート的な倍数的な、ビート的な倍数的な。あ、ないから倍数、はい、これは、これある。あ、これだ。よっしゃー、ナイスショック。いいよー、いいね、いいね、いいね。 YDK、 ハッスル1回してください。 YDK、 YDK、 おー、毒だ、毒。あ、ちっとなったー、トマトス。エンド欲しい。いやエンド、エンド、エンド、これエンドが出てきました。あー、あー、そうだ、いやー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 、あ、そうだ、冷却だ、冷却。あー、あかん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 、痛いよー、これは。あー、マジかー。あー、インコさん逃げた。それ、浸透冷却してないかな。そうか、冷却切れてんのかな。よし、よし、あー、最高です。 P は P、 P どこにいるんだ。 P 来てる、来てる、来た、来た。ハッスルして、よし、ビートします。よし、待って、生き返ったから、めっちゃ腰を届くかな、戦いのビート。あー、出た、ジン張った、ジンジンジン。ずっとちっちゃいな。え、マジか。思った。あ、もう下がるんだ。下がよし、ナイスチャージサポール。お、イエー、モードこれはね、もう、あ、モードかけるとショックがな取れるとかない？大丈夫？あらら、まあ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 、死んだ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 、死んじゃった。あ、いけ、大丈夫、大丈夫です、まだ、大丈夫です。すいません、遠くへ。あ、ジン、ジンができそうなってる、うん、私に置こう。もうそうなってるわ。もう、もうから出た方がいいかな。出た方がいいかもです。ついジャンプで送る、そのとこ、あれ、あるあるね。私もジャンプで出たのです。これできるの、飾ることか。あ、ビート、1ビートいきます。あっ、チャンス、チャンス、チャンスです。お、あ、激しい音聞こえます。あ、やばい、間に合わなかった。大変、大変、間に合わなかった。うん、お、スピードが火がついた。あ、スピードが火がついた。火がどこにいるんだ。ナイスショック、ナイスショック。よし、チャンス。あ、あ、やったー。
やったー、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 いやいい、すごい頑張ったすごい、なんか、おお倒した感ある。すごい。バンザイ。よかったー。闇の方じゃん。おっ。さすがやっぱり、新ニコニチ。はい。新ニコニチ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 としてこれが。新ニコニチ。あ。これは。まあ。いやーあーでも、和也くんいるからどうなのこれね。ごめんなさい。あー破片。さすが。でも5個あるからね。あ、そうですね、5個ある。いや、でもやっぱり、ちょっとこの、いいですね。いやー、面白いですね。いや、でもやっぱ、的確に。いいですね。やっぱりチャーハン味タックルすごいな、これ。いや、やっぱ戦士。楽しいですよ、インコさん。次はぜひ戦士を。そうか、戦士か。戦士もいいよな。そうそうだね、楽しい。戦士はスンジャーインコなんだよ。レッティも確かにパラディンがあるではあるかな。戦士もいけんじゃん。踏んでるもん。あー、そういうところが結構近いと思いますからね。ちょっと一人行ってきます。インコさん、時間ないですか。あ、そう、本当だ、いらない。あ、本当だ。サークマン、どうしてきた。サークマン、また、もしかして、はい、もしかして。初めて、ピリカスなんですけど。トイレットペーパー、さっき。あ、なんとかして、ここの Wi-Fi に入れるといいんですけど。まあ本当にあとでも1時間ね。あ、無駄かな。あと、あ、そうですね、1時間ちょい。間の時間が近づいてきましたよ。いや、何で締めるのかみたいな話になったと思うんですね。確かに。あんたのオノマネ連発で。いやいや、大丈夫です。うん、いや、すごいな、駆け抜けてるな、顔が。すごいや、27時間。話がすごいな。俺もさ、来年の6月で40になったから、40時間かな。死んじゃう、死んじゃう。すごいね、これは。今日40時間放送。いや、みんな、これも覚えておきましたね。覚えました、私覚えました。あ、もう帰りますか。俺はね、準備だけして。あ、そうなんですね。もう一人いるとか、ありますか。ない。どうしよう、頑張ってさっきのワイパー入れるの。あ、本当ですか、よかった。何回かトライしないと。あー、ごめんなさい、ちょっと不安定な。入れない。なんて、なんて40時間やるんですか。俺来年40だから。え、来年40なんですか。そうなんですね。あ、そうなんですね。40時間、あー、楽しみ。40時間ってでもさ、いや、丸いほぼ2日間でしょ。途中白目向きます。全然いいんだったらやるけど、ね、配信です。ただ俺ね、ワニも言ってますけど、俺ね、1年間365日、24時間配信してる。え、生つっぱりです。すごい。そういう企画やったんです。2001年度は1年間、60人間の部屋にこもって、部屋にこういう部屋にカメラが3台ぐらいあって、それで自分の部屋を24時間生中継するっていう企画をやった。しかも日本政府だっけ。そう、インターネット博覧会。インコさん何者ですか。いや、まあ、俺ね、俺元祖生主って言っても俺別にいいと思ってるの。ああ、俺本当生主の元祖なんですよ、本当は。それってちゃんとした普通の部屋に。ね、その時はその撮影用のマンションを借りて、そのワンルームにカメラを、ね、3つ置いて、でもうマイクもピンマイクを1日3回ぐらい電池を入れ替える。炭酸電池が。24時間。そうそうそう。で寝てる時もだから、使
けたので、グーって。えぇ、ー、トイレの時はトイレ中みたいな看板出して、ただ一本も俺外に出んな。あそれ何来たの一年。外に出れないって。そう、インパクト、インパクっていう企画でさ、インパクト、インターネット。インパクト。はい。それで俺、おもちゃコレクターだったんで、当時は。そう。そのおもちゃをネットオークションで売って、その落札金だけで暮らしていくんだ。それがでもな、芸人遊びよりも儲けちゃった。企画が成り立たなかったんですよ。芸人がなんか苦しんでみたいなことなかった。すごい普通に、お金になった。だからまあ、頑張るとして、じゃあ改めて40坂になったら、はい、なんかやるわ。顔を見習ってちょっと。やりましょうよ、はい、やりましょう、それは。やるわ。その時ちょっと応援に来てください。いや、もちろん、もちろんでございます。はい。ヒントさん、40ですか。もう来年30になる。あ、じゃあ、やべえ30から20になったんだ。30になりました。はい、20時間もうやってるし、ほぼ。いや、でもまだ16ですね、これ成功して。じゃあもう、100時間ぐらいです。え、誰だよ。いやいや、それこそもう死にますよ。あの、坊さんの修行のやつね。修行の一環みたいになっちゃう。死んじゃう、死んじゃう。もうすぐ終わるです。あ、もうすぐね。そう、うん、もうすぐ会います。ほんとねー。おたるさん。おたるさん。あのおたるさんじゃないの？あのおたるさんじゃないと思うんですけども。めっちゃセクシーのおたるさんじゃないよ。だとしたら、もうですよね。そうだね。おたるさん。芸人さんがいるんですよ。おたる出身の方かもしれませんね。あ、早いなぁ。ほんとちょっとバタバタと騒がしくしてしまいましたが。はい、あ、ありがとう。いや、本当に全然、いや、本当にありがとうございました。いや、釣りがめっちゃ盛り上がって楽しかった。楽しかった。何がやりましょう、やりましょう。あと悪霊の神々、悪霊さん、悪霊さん、悪霊のサークマ、悪霊のサークマ、悪すぎるだろ。サークマもね、持ち越しで、はい、声が本当声が、あ、でもなんだ、ちょっと調子が出ていた。本当。ちょっとまぶたの調子が。リスナーさんもね、あの、こう10時間以上お付き合いしていただいてる方もいるかと思うんですけど。はい。こうなったらあと1時間半ですからね。そうですね。はい、もう1時間半だって。気合入れていきましょうか。やだー、もう。はい。みんなでテンション上げていきましょう。はい。そして私は、赤、猛攻撃。こちらのドリンクは、今日の皆さんに1本ずつ差し入れします。女子がもらってもとは。振動強くなったから、強くなったから、血管が収縮したらどっちから。本当にね、他のは、そうもねえなって、後で分かりました。いや、最高。お母さん、本当そういうことだと、もうテンション上がりますね。上がる。お母さんはすごい。舞妓様よ。本当。そっか、りんこさんがいなくなった。はい、じゃあ、でもね、頑張ってね。ありがとうございます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 。りんこさんでした。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、でもそこまでお見送りに。お見送り。はい。いいです。全然、あの、何回もこういう時もあるんですけど。誰もいなくなるっていう。ありがとうございました。こうやって帰ると寂しくなるの。そうなんですよ、こうやってね、なくなっちゃったっつって。ただいまー。はーい。でも残すとこあと本当1時間半なんで。ねえ。お子さんでしたー。お子さんでしたー。じゃあ最後まで、もうじゃあ、ただいまー、この3人で。はい、走り切ることになるのかしら。来るかな。誰か来るのかな。誰か来るかな。どうな、もうでも結構来ましたからね。はい。これさ、母ちゃん、この下のは何だ。これ別物。これなんかね、書いてあったんで一応書いてあったんだけど、なんか違うみたいな。上の方。上の。多分これね、出てこないっぽいけどね、私のなんか、うちの作ってたり。これもなんか、ちょっと出てくるんで。そんな感じですか？はい。これ結構分かんないんですけど。まあ、プリンターとか、こういうのも好きなんですよ。はい。なんか、インコさんの Wi-Fi が、はい。
どん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 一本ずつ小さくなってる。この回から消えてくんだろう。絶対消えます。あと1時間半。じゃあ、どうしましょう。なんか、本当に何もない状態で、あ、じゃあこれやろう、これやろう、これやろうっていう。割とそう、でもこれはちょっとやろうかっていうのは、いくつか決めといてですね。でも大体やることやったんですよ。これはね、24時間やってたらね、こうなっちゃうよね。自分の中でいろいろ、まだやりたいことはちょっとあるけども、まあやっぱり、やろうか。私、いや、私でもあの、ただ、モンスターをスカウトしたいとか。ああ、いいじゃない、いいじゃない。でもこの1時間、あと1時間半でやることだなとか思ってるじゃないですか。意外とこの1時間半で捕まらない場合があるから。ああ。全然あの、スタートしても来てくれない人多いから。そう、確かに。シロちゃんとか飛ばすって、うん、ね。あと一応、なんか転生のモンスター、のカメゴンは行ったけども、全然何でもないところで転生を出して、うん、ちょっと競うみたいな。うん。なんかもしくは、カオルちゃんに。ある宝珠とか出る転生とか聞いてみた。ああ。4期の卒業試験に向けて。なるほど。これいいんじゃないのみたいな。ああ、私の宝珠。あ、ラスト出前。待って、食べ物いっぱいあるでしょ。ごめんなさい。ごめんなさい。そうね、食べ物いっぱいあるから。もう出前取ったのなって。一回だけ昼に、ぬのこちゃん来た時に、かすうどん。ラストオーダー的になってきてるね、コメントね。ラスト出前。でも多分時間的に11時になんないと始まらないんじゃないかな。カジノ、カジノも行ったの。あ、カジノとか行ってないの、そういえば。カジノか。スゴロク？スゴロク？パサンする？それでも、リップ行って。すっごいかける。あー、すっごいかける。インコさんいなくなったのに、そういうところでやっていくスタイルいいと思う。なるほどね。しかし、インできねえな。なんでだろう。え、マジっすか。インできない、これに。これが繋がらない。うわー、なんだろう、申し訳ない。なんか、たびたびそうなるんですよね。ちょっと、閉じて待ってみようかな。なんか、よかったらリスナーさんとかにね、お声掛けして、やるのもいいんじゃない。そう、これっすね。これね。そう。一回 J、じゃあ J だって。J。一回 J。一回再起動してみちゃう？今。でもそうすると、あれかな。あ、そっちよ。こっちしなくていいよ。あの、ルーター？大元のルーターを再起動するっていう。そしたら、トマトになっちゃう。トマトになっちゃいます。まあ、枠は終わらないけど。枠は終わらないけど、そうなんですよ。ゲームも一回ちょっと落として、10分くらいかかった。でも一回ちょっと。じゃあもう、二人でやろう。後ろからもう声援するよ。それでいい、それでいい。いや、一回やってみましょう。一回やってみましょう。一回ちょっとルーター落としてみますね。なんかちょっと一旦、こっちの画面にしますね。で、切ろか。一旦ね。なんだろうね。なんかね、ちょっと不安定みたいっすね。なんだろうな。
先生解消かな。ただいま戻りました。いやー、いろんなものを再起動して戻ってまいりました。はい、ということで今からまた配信再開していきたいと思います。かおちゃんの方はまだあれだね。私の方だね、今かおちゃんの方はもう全部多分これで違う来るかな。いや、人生再起動したいなんて言う話しこと言わないの。え、会社から配信してます。大丈夫ですか、それは。来て来て、来ない。あれし、これで俺二人の話のコメントを見れる。あ、来た、こっち行けた。ニコ生がちょっとだけ、うん、ちゃんが戸惑っております。いや、でも、父ちゃんね、帰ってきてる。あ、本当ですか。遠方なとか全部出てから、500円は起動してます。500円は起動できてるから、多分それで。あと、ニコ生を更新。あ、間違えた。ピッ。ゲーム画面が出れば。来てる。あ、来てる。あ、帰ってきた。昼休み。帰ってきた。昼休みね。もうでも12時に帰ってきた。よかった。終わりでございます。あと1時間半。よかった。帰ってきた。ゲーム画面出る。ゲーム画面出る。出る。オッケー。来たー。よかったー。大丈夫。おー、よかった。おー、よかった。はーい。よかった。カオちゃんのね、体力がすごい半端ない。本当にもうつくづく思う。本当に体力が半端ない。いやいや、皆さんのおかげでございますよ。いや、残すところでも本当1時間半を切って、すごいよ。はい、本当カズンのフレックンでもくれて、もうずっとね、あの最後まで最後までイエーイ。じゃあ本当もう最後に向けて何やろうか。何やるって言ったっけ。カオちゃんが好きなのやったらいいんだよ。出前をしたかったら出前しましょう。何でももうありだよ、カオちゃん。何でもありだよね。そう思うとなんだろうな。考えたまま寝ないでね。飲もうってきてるよ。飲もう。あ、でもお酒飲むのもいいな。もう1時間半やし。うん、お酒飲みながら。そうだ、飲みながら。飲もうか。最後の最後30分で落ちたら面白いけどね。酒だ酒。あ、ね、シャンパンもあるし、ここの和也君の時は日本酒もある。ちょっとこのあたりから出てきて、ね、あははは、かおちゃん飲んじゃって。やっぱね、いただいたお酒はね、あ、V さんからもシャンパンをいただいて、V さんからもシャンパンを、そう、いただいたのか。あ、で、V さんのシャンパンちっちゃいから、そうね、一気に、一気じゃないけど、一気はダメだけど、わ、すごいね。はい、ってことだね。こちら、指紋なのかな。すごい手の跡がついてる。誰が持っていた。これ、ルーザー。ルーザー。こっちは、V さん。V さんだ。はい。はい。シャンパンファイン、日本酒が揃っちゃったからね。揃っちゃいました。これと。こっちは、母ちゃん、リスナーさんも飲むなら冷蔵庫から出してくるよって。ほんと？あ、全然。じゃあ、せっかくなんで、ちょっと飲みながらね。飲めないですよね。あ、そうか。じゃあ、なんか。僕はウーロン茶で。あ、はい。ありがとうございます。ウーロン茶。あ、そっちで。はい。じゃあ、何行こうかな。あ、すいません。じゃあ、そうね。おさび。おさびも。あ、飲めないですよ。じゃあ、順番に行く？いきますよ。大丈夫ですか？失礼します。で、まずはこの、V さんにいただいたシャンパン。ありがとうございます。シャンパン開けるの慣れてるの。おお。できる女だな。できる女。コメントで、おさびさんまだいるんじゃん。あ、そう、おさびさんね、まだいるんです。結局朝までいてくれて。じゃあ俺この後ここでまたネタ見するでしょ。その後打ち合わせここでがある。ずっとここにいるんですか。
夜まで。こっち側あ、タオルなくて大丈夫？ポンタね、ポンってね、多分大丈夫でしょ。そう、ね、あ、出るかな。ぶっ壊れたらよ。うわ、あ、あ、それはまずい。それはまずいわ。そこのピンクの。え、いいの？いいの？こぼしてないな。昭和とかこぼしたことある。下を押しながら、下押しながら回せば。そうそう。いくよ。せーの。お、怖え、怖え。怖え。怖え。ありがとうございます。シューってなったらどうしようと思ったけどね。ほんとに、デキパーみたいな。さっきもう小学校始まってる時間のようだ。あ、早退したの。あ、まだそういうの必要。ケビ。はい。おさびも。ありがとうございます。もうね、今日の9時からね、付き合っていただいたら。あ、じゃあ、蓋も。あ、おはようございます。あ、シャボン玉見てくれてじゃあね、あと1時間15分頑張ってこでございます。頑張ってこー。見てる人もイエーイ。皆さんもやったね。もうちょっといくね。イエーイ。達成だけでいいのにって、確かに、うん、もうちょいだぜ、さっきね。最後のもうちょい頑張り、もうちょい頑張り、もう一頑張り。じゃあ、本当だ、何でもいいんだよな。何でもいいからな。何でもいいな。逆になんか、この伊藤さんからかおちゃんらしいのはこれ最後やってほしいのってね。なんかありますか？これやってほしいみたいなのとかあります？もしなんかありましたら、なんかそれやろうと思うんですけど。まあ、カジノね。うん、カジノね。確かにやってはないね、カジノね。カジノには行ってないよね。うーん。ジャニーズももくろう。ももくろうだろう。いやーモノマネ系ね。シミナミちゃんになってくるね。昨日のね。あ、かくれんぼ。かくれんぼ。かくれんぼね。的をね、10回までで終わってるね。あ、そうなんだ。はい。でもな、おさび入れて4人の中しよう。豚の除菌箱。ドラクエ聞きたい。ピアノでドラクエ聞きたい。あ、なるほどね。さびの方が忘れられたレアドロって言われてるけど、何かが。ほんとだ。レアドロ。忘れられたレアドロ。レアドロ？みんなあまりやらなくなったらいいの？いや、あれやっちゃうんですね。勉強ツールでやっちゃう。意外と何でもいいっちゃ何でもいいけど、困るな、なんか最後。なんかありますか？こうか。俺ここはカオちゃん決めた方がいいんじゃないの？ねー、量だったしな、ゴシックのレシピやったしな。軽く寝よう。軽く寝よう。いや、ここで、ここまで寝る。レマニエル号やってきてる。レマニエル号。達成前に。レマニエル号を今日持ってきてないからな。あ、殺し屋ね。女子3人で何するか。女子じゃない。え、女子女子しかいないですよね。女子会です、今日。どれや。カツラある。あります、あります。いいよ。今日は女子会でございます。女子会です。女子会です。そうだな。あ、おさびもインできるんじゃん。ゲーム。できるけど、ちょっと。リアルな。そのトーンで言われると思う。言えないね。なんかある、おさび、なんかこれどうっていうの。なんかある。ほとんどないんだよな。な、ほとんどっていうか、何だって見えないけど。違うっていうのも来てる。スゴロク。あ、誰が一人を。スゴロクね。いったー、今の痛いここで対決とかね、ここでなんか対決とか、あの釣りの対決やったけど、いや釣り面白かったな、釣り面白かったね、ふたきりますとかもしたし、う
ハウエバーのクエストも持っとったし、ハウエバーはい、仕草か。仕草の、はいはい。動物もあったし、道具もプレゼントしたし、のんびりできるのがいいんじゃないと思うと、仮に行こうよって言われてた。まあ、マットを全部当てないけど、まあ、また本で。お採掘。採掘って何？あ、ガタラのあれじゃない？やってない。あ、写真の。うんうん、ああ、やったやったやった。やった。やった私やってない。あ、ほんと？じゃあ、タイプリーリーダーにして、行くと、なんかね、一緒にできる。あーあ、そっか。ポリンってやつ？タイプリーリーダーって。リーダーって、みんなで行けるんだね。じゃあ、写真共有できて一緒に探せるから。なるほどね。そしてそう、ヒントをもらうかもらわないですか。もらわない。せっかくコメントあるのね。はい、絶対言っちゃダメだよ。いいじゃないよ、採掘行ってみる。採掘いいねっていうのさ、行ってみる？採掘。どうでしたっけ？ガタラでございますね。お家の石を。はい、あ、家族に家具作ってもらおうかな。家具欲しい家具欲しい家具はまあそのマリン出たマリンマリン町のマリン町のあれどうするんだっけこれガタラに行かなきゃいけないガタラサイビーに行くかなあ、サヤピーが行けば大丈夫？私、うん、私これしたことがないからなくて、でもそのマリン調はゴシック調のやつの大成功が多分マリン調になるやつで、ゴシック調のレシピを今日あ今日というか今回これレアドロしに行って、はいはい、ベッキーちゃんと。どこだろう。どこで出たあ、それがさっき言ってたやつそう、それを木工用だからどこだっけ、この建物の中でしたっけな上の方、上の方この建物の中的なドルボード拡張のお姉さんがいるとこですあ、そうそう、その辺、その辺え、これもゴシックのそう、ゴシック調のそれで決めたのテーブル食器棚食器棚多分食器棚がでも細いないない多分その多分買どうなんだろう売ってないのか転生からどんな転生だとこういうやつこんな感じのやつまたアバウトな縦マジンいや違う縦マジンじゃなくてこういう感じのなんか動物みたいな顔のみんなそんな感じじゃないってことジェスチャーこんな感じのやつなんかこんな感じのやつだったらあれじゃないレッドオーガみたいな難しいなあレッドオーガでも私もねちょっとうろ覚え私もこれでしょって言われたやつと思ってたのと違ったのえうん黄色いやつだったような気がする黄色黄色いやつもそんなこんなあれこれメンメだあ、違う、あ、ごめん、違うだそれは、ね、いろんなのが混じってるわドルボード拡張してない感じはいあ、ドルボード拡張しに行こうかな、私もあれこれ誰に話しかけたらいいんだろうレッドバロンあ、レッドバロンだったのかなあ、上はい上に行きますもうちょい上はいあれなんかコメビューがあんま動いてないみたいだけど大丈夫これあやっか動いた動いた動いた採掘ギルドそうレアドロ2つも同時に落としたのへえ上上
上、まだ上、中へ。もうすごい丁寧、もう本当に。やっと立ち見、あ、そう、やっと立ち見えて、今見えてなかった。ほっちゃ、ほっちゃ。ほっちゃ。あ、ヨースピさんの親戚。黄色い人だ。レッドバロン、レッドバロンだそうです。先生、レッドバロンだ。あー、フォースデビルの。イエイ、立ち見見えてまーす。やばい、チームだ、50枚。やったね。あ、いいね。イエローダイアリーね。はい。馬面だったんだっけ。馬？うわ、でも、レア殿行くのもいいけどな。どうする？レア殿行きますか？行ってから、レア殿。いや、カオちゃん好きに。レア殿じゃ最初行こう。え？受注だけ授業に行こう。あれ、最近。はい。じゃ、受注だけ。じゃあ、なんか一番難しそうなレアドルいきます？あ、いいね。これなかなか落ちないやつ。うん。レアドルかおちゃん。なんか調べたら、あったんだよな。ティノ。なんかね、先生モンスターからなんか奪いたくなるんですよね。続ける。続けるもいいけど。そう、それ。羽衣も自分着ないかもしれないのに欲しくなっちゃうみたいな。ホスビル馬面ね、これね。確かにカオちゃん。うん。このまで合ってるわ。合ってる？ほら合ってるって。こういうやつね。そうそう、こういうやつでしょ？こういうやつ。高いのは決まりだぞ。え？高いの？高いね。どれがですか？狙ってるレアドローの、うん、商品商品めっちゃ価値があるレアドロー。あ、そのやつ、うん、おー、そうなの、そうらしいよ。何がもらえる？うん、どれ一番上のやつだ。キマイラロード。あ、あれだろ、ガタラ。あ、それね。それはね、もうね。チュートリアルだからね。うん。チュートリアル。その、掘ってきて。基本だよ、みたいな、その。羽衣レシピが落ちると。あ、ほんとだ。そう、これ。じゃあ、それ、狙おう。え、狙う？これ狙う？これ、裁縫職人の人用のやつなんだけど。でも、売るとめっちゃ高いし。そう、売ると高い。でも、苦労して取った割には、この金か、ってなるかもしれないし。うん、行ってみよう。行ってみます。じゃ今から伊豆の羽衣物語進んだんで、かおちゃんの羽衣、うん、ね、伊豆の羽衣物語、羽衣に行こう。これはキマイラロード、あれ出れないが落とすやつ。1時間で出るかな、出ないかもしれない。奇跡起きるかもしれないね。うん、キマイラロード、キマイラロード、偽ゼドラ。あれ？偽ゼドラ。どこだ？ゼドラ、偽りの方ね。偽りの方。これ別に転生じゃないのかな？転生じゃない。転生じゃない。スライムエンペラーと同じくらいかも。なるほどね。あれも結構倒したんですよ。あの、スライムエンペラーから落ちたやつね。取った。アラクレチャッピーが落としたやつ。あ、結構強い。行った方がいいの？行った方が、どうなん？え、エンペラーの方がまだマシな気がする。結構厳しいよね、羽衣も。転生じゃないから落としにくい。よっしゃ、これで出ると。数がいない。やっぱじゃあ、魔物が行った方がいいってことかな。目があんまり開いてません、今は。レアドルでなくて延長ですね。シンボル少ない。うわあ、出ないかもしれないかな、これ。もしかして。行くだけ行ってみます？行くだけ行ってみる？行くだけ行ってみる。魔物欲しいってやっぱコメント来てるね。魔物欲しい。じゃあ、まあ、訂正の方が確かにワンチャンあるか。そっか。ああ、確かにね。それはそうかもしれない。訂正だと貴重なのなんだろうね。おまけ強いらしいです。じゃあ私、香水持ってきますね。ランプの魔人じゃないよね。奇跡の個性中あり出たら奇跡なんで見てみたい。
じゃあ私魔物使いになりますか。お、それが小僧の先生。でも73ぐらいじゃないな、レベル。小僧の先生より弱くて。何小僧ですか。いやでもあれ、あれほら、魔物のあれね、うん、レベルが73のあれやけど、いけるかな。さっき、羽衣持ちの前に P が落ちそう。膝小僧？はい。いや、頑張る。いやー、いやもう超元気ですから。あと1時間だよ。いや、超元気です。はい。やばいです、もうこれは。はい。どれやったらいいんだろう。私は今から魔物使いになります。はい。ごめん、何がいいかな。出前と転生の競争してほしい。出前と転生の競争面白い。うわ、ね、出前、うわ、ちょっと待って、どうしようどうしよう。待ってね、確かに時間が経っちゃう。よし、もうここはよし、もうそれ行っちゃおう。キマイラロード行ってみるか。行ってみよう。強いらしいから。場所は、場所は偽ゼドラ。一人魔物で行った方がいい。一人魔物で。魔物で行きます。とレアドロップある人、あ。レアドロね、実はね、ベルトで。ベルトで。1.1 ついてる。1.1。ちょっとだけど。私は手袋に 1.4 だけど。おっとー。ちょっと待ってくださいね。右に行って、インコさん。インコさん書いてたのはベッティさんなんですよね、確か。インコさん、さっきちゃんと落ちてくれてるか。そのままにしてくれてるかな。しかも、あれ、インコさんだっけか、あれ。インコさん。インコさんなのか。じゃあ、ちょっと、探してみよう。いた、あ、神これ どう見ればいいんだっけ。え、あ、ついてるかな。え、ついてな ないこれじゃないやつなんですよ、多分。じゃあない、レアドローのついてるサポを、サポを借りて、そうっすね、行こうか。旅だから、そうだ、旅だからないな。さっき起きてる。さっき、あれ、起きてます、起きてます、起きてます。全然起きてます。これは、職業何でもし。全然起きてる、全然余裕よ。あれ、でも、回復とかは行った方がいいってこと。あ、そしたら、俺ソウルで行くから大丈夫。あ、なるほど、じゃあ、それで。してないよ。何で探した方がいいんだっけ。いや、このまま延長であと8時間はいけますね。レアドローサポーリスナーさんいたら、はい、レアドローサポーリスナーさんいたら、何で今右にいる。あ、ごめん、ありがとうございます。盗賊がいいのかな。私も盗賊になれるけど、盗賊、ね、じゃあ盗賊か、盗賊ね、盗賊になって1.6持ってきたって。1.6、ちょっと一応ここ80ぐらいしといて。私も 1.4 しかないんだよな。 1.4 もすごいね。 1.4 もまあまああれですよね。窮地で探すか。レア 1.4、 レア 2.9 貸しましょうかっていう方がいる。うわ、お願いしたい。すげえ、お願いしたい。今いいね来たけど、うん、 2.9、2.9 すごい。2.9 すごい。レアドロ 2.9。やばいな。これすごいですね。もしかしたら、携帯のあっちの酒場から探した方が早かったです。前にそんなんだったんですよね。器用さが高い盗賊。まあでも今からじゃなかなか厳しいかもしれない、本当に。船にはならないんですけど、あの酒場で探すってことなんですよね。慣れないと検索できない。これがね、慣れるんですよ。あ、探せるんですよ。なんか。あ、いいね、ありがとうございます。前に探せたんだよね。それで時間かかりそう。確かにそれは確かにあるんだけど。職業盗賊。
で、あの、名前を教えてくれたら、なんか、探して、あれなんですよ。レベルとか。こうした間に27時間終わるんだよ。お、コメント登録ありがとうございます。どうだろう。もう一緒に帰ればいいんじゃない？いいんじゃない？あ、そうか。一緒にさ、一緒にチームになってくれたらいいですよね。あ、一緒にさ、パーティー組んで。そうだ、パーティー組んでくれたらいいんですよ。なんでこう探さなきゃいけないんだろう。確かに。あ、パーティー、あ、でも、パーティー組んでくれたらいいんだけど、パーティー入ってもらえたらいいんですよね。どうでしょう。すごいなんかテンションが上がってきた。あと1時間だから上げてこう。あと1時間だから。そうだ、一緒に行っちゃえばいいじゃん。どうでしょう、さっきの 2.9 の方。一緒に、どうすか。言う、行っちゃいなよみたいな感じで、ちょっと、どうすか。私も一応、盗賊になります。まあ、盗賊じゃなくてもいいのか。まあ、でも一応なっとこうか。うん、そこでは探してるけど、なかなかいないね。あ、仕事中なのですよ。レア 2.9。仕事中。それはしょうがない。魔物は、P。P。P が魔物。はい。じゃあ。いや、でも 1.4 はいない。P は魔物。よし。うーん、仲間探そう。もうこういうテンションになってきた。サブで探した方がいい。サブで探した方がいい。寝るの我慢してるんで。盗賊で。魔物！ごめんね、仕事中に。でも、なんかレベル90で探そうか。レベル90で探そう。いやー、すごいな、ね、2.9 やっぱりないよ。いないっすね。起用者34じゃない。起用者で探して、あ、この人も高い。うん、やばいやばい、時計が人に見えた。 1.1 1.4 1.4 はいるな。そう、 1.4 はね、まあ、私も 1.4 ですけどね。これいいね。そうですよね。超時間かかる。1.4 も連れてく。 1.4 で行く。費用差の高い 1.4 で、そうしますか。多分、しかも高いレア度ついてる人はコメントに書いてあったりするんですよ。自分こんだけついてますみたいな。ね、確かにそれで探そう。さて、頑張れって来てるよ。頑張ってるよ。無知盗賊だよ。起きてる。起きてる。起きてる起きてる。無知がいい、無知にいる。無知がいいんすか。え、半券とかじゃなくて。高いな、気を。あ、なんか口痛い。気温差601。すごいね。いや、全然寝てない、全然寝てない。もう超元気ですよ。はい。でもないなぁ、元気、元気。で、1.4 以上でもね、そうだよな、出ない時は出ないんだよね。そうだよ。1.4 で行ってみよう。行ってみよう。どこですか ?1.4。あれ、カードさっき言ったんじゃないの ?1.1 だったかな。じゃあ、俺も探すね。ごめんなさい。あ、人任せだった。レア 2.0 なら行きます。いいんじゃない ?2.0。行ってみる？2.0 の方がいる？ 2.0 の方がいる。行こう。行ってみます？あ、神。あ、やばい、なんか、バッテリーみたい。バッテリーである。バッテリー残量が。OK？ OK？ 直った？直ってない。直ってない。あら。あ、コンセントが抜けてる。コンセントが抜けてる。え？どこどこ？バッテリーなのが非常に少なくなってます。あ、消えた。大丈夫かな。あ、大丈夫。はい。ごめんなさい。やばい。これは終わらなくなる可能性がある。
時間制限を設けて、じゃあ行こう。行こう、うん、いや、45分。いや、45分目安。よし、じゃあ、場所はどこに来てもらえる？場所は、どこにいるんだ、これ。ニセ、ニセゼドラ？現地集合。現地集合？あ、石とか作れたら作ってもいいのかな。ニセゼドラって、ゼドラってどこ？あ、ここに場所があるって。場所、場所。ゼドラって、なんだっけ？端っこから、待ってね。ニセのレンダーシアのジェドラグランゼドーラロボス、グランゼドーラからロボス、ニセグランゼドーラからロボス、 あれ聞く、え、あれ本当だ、雇ってない 2.0 の人、え、 2.0 の人どこ、 2.0 の方に現地来てくれるんだ、あ、 2.0 の人が来たよ、どこ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 、ね、誰誰どこしろちゃん、あ、ごめんなさい、あ、じゅんさん、あ、あー、すいません、ありがとうございます、すいません、じゅんさん、じゅんさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ここですわ、かわいい、わー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 、もうむちゃくちゃちょっと誘いますね。誘いますね。アリジー。あ、待って。ここは大。あれ？あれ？どうしたらいいのこれ？ジュンさん。ジュンさんに。仲間にする。あれ？仲間にするが。あれ？仲間にするはない。あれ？リーダーがサイティになってるな。あ、そうでした。あ、寝ぼけてた。じゃあサイティ誘ってもらっていい？寝ぼけてた、はい、はい、オッケー、じゃあお願いします、ごめんなさい、急いでやって、わー、よろしくお願いします、すいません、すいません、本当に、で、グランゼドーラ行ったらいい、よろしくお願いします、よし、グランゼドーラね、急げ急げ、え、姫から偽、間違えた、え、勇者、勇者石でいい、勇者石でいい、あ、あ、もう、キャンセルできなかった。勇者石で。30分間頑張ったね。30分間、ちょっと頑張る。うん。え、偽のグラン、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 グラン。ロレツ。で？じゃあ、かおちゃんの配信画面見ながらやって、かおちゃんも目開いてない。開いてる？でもね、大丈夫。これから、なんだっけ？こっからロボス？これ馬車乗った方がいい？ロボス。これ馬車乗った。いや、ドルボードで下っていくんじゃない？ドルボードこ、あ、ドルボードで下っていく。竜でロボス徒歩。あ、偽。馬車いけない。偽です。偽グランデドーラで偽ロボス。馬車意味ない。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。うわぁ、なんだろう、この急な、わぁわぁ感。ここから、ロボスコーチ。ん？ロボス。そう、ロボスコーチに、向かいます。はい。ぐったりするんだろうな。ただなんか終わらなかったらまあそれはそれで面白いか、あ、そこにいた誰かが、わあすごい、え、なんでそこで降りれるの、これはね、進めていくとわかるよ、そうなの、とても面白いバトルだ、そうなの、ほんで、あ、ニセゼドラ、あ、ニセゼドラってあそこのことね、はい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 、あ、でもニセか、あそこの、あそこのこと、ここゼドラド、そうそうそう、あそこかよ、マジか、
まあまあ遠いっちゅう。この前行った、何回か行ってる、そこ。え？真にはエンペラーがいたところ？なんか何回か最近来たところで、飛龍でね、そう、どれだけ近くにここに来れるかっていう感じはありましたよね。え？ここの同じところにエンペラーだったんだ。もうレアドロのなんかこの聖地みたいな。あ！ちょっと待って、ぶつかっててごめんなさい。もうちょっと逃げますね、私。逃げよ。逃げれるこれ。逃げる？逃げましょう。逃げれないのこれ。やばい。ミスに当たってしまった。なんか当たっちゃった。ごめんなさい。ガリバーに当たっちゃった。ああ、何逃げれるこれ。あ、逃げた。あと少しで頑張れ、止めきれる。頑張る。あれ、私どこ行っちゃったのこれ。声が裏返っちゃった。頑張る。頑張る。いや、超元気、元気。あれ足逆行っちゃった。アクセルね、そこ上に登ってきたわ。いや、すごい元気ですよ。体が逆行っちゃった。多分下の方なんか逆だね。逆だね。こっちですね。うん、下の方。こっちですね。うん。こっちだ、こっち。あ、大丈夫です。あ、大きい。置いてます。はい、頑張ってください。いや、もうすごい目がリンリンとらやばい、あと30分ぐらいしかない。あ、すごい。大きいドルボード。アクリアスさん。ここら辺石とかはないんだっけ？いや、もう私はビンビンですよ。もう。はい。来た。ゼドラド。いいね。ノーフルーツは。はーい。かわちゃんの、サヤティがマムシドリンク飲んできました。やばい、いや、絶対やだ。そうだね。絶対やだー。だって、心臓痛かったもん。心臓痛かった。すごい強烈だった。心臓は大事にしないといけないって。さあ、やそれはすごいわ。あ、キラキラ。A さんから B さんにいるから、A さんから B さん。ああ、本当にあれだわ。エンペラーがいたところと同じだ。え、これ魔物呼びしていいの？あれが出てきたらね。強いから呼びすぎると危ないからね。そう。よ、呼んで。ゆっくり呼んで。ゆっくり。うん。いい感じに呼んで。2匹ぐらい。いや、一匹倒す直前にもう一匹呼ぶぐらいの感じかも。あ、黄色くなってからみたいな。うん。はい。ピまあ、魔物いくつだ？73。 A の3、 B の3だね。 A さんから B さんって書いてあったんで、こっちの方に、ね、結構奥の方だな。そう、ここね、ぐるぐる回れるんですよ、確か。ここをめっちゃぐるぐる回った。そう、めっちゃぐるぐる回って、え、どこどこ、バトル返してやってるよ。わー、シューク探ってた。何？え？タイピー？シューク探ってた。やばい。ん？タイピー完全に止まったね。お、あれ？カズネ君。迎えに行きます。おー！いました、ありがとうございます。いた。よし。やばい。あ、ジュンさん待ってくれてた。わ、ジュンさんありがとうございます。あ、行った、これか、ボーボーカゴちゃん、これか、ボーボーカゴちゃん。待って、マウンに行くか。待って、ちゃんとつけてる？待って、腕、違うのつけてた。待って、やばい。あ、サービスぶつかった。いやー、ちょっと待って、ごめん。ちょっと待って。キラキラと思ったら。え、キラキラロード？え、装備は 1.4 なってないかもしれない、もしかしたら。あ、いいね、ちょっと早いよ、2.4 で、ちょっと待って、魔法カウンターがついてるのか。まあまあ強いらしいよ。あら、強いわ。
もう呼んでいい？ちょっと待って待って待って、色変わってから、色変わってから、うん、すいません、ちょっとバトルに行ってて、はい、結構ね、黄色なんだ、いいよ、呼んじゃおうか、呼んでみる、こい、呼べるかな、呼べよ、呼べる、来た来た、はい、神、私盗んだのかな、これ、そういえば。そこあ、盗んでる。でも、お宝ハンター、あ、出た、お宝ハンター、いいね、いいね。でも、またこれね、なんか、ね、応援も必要なんですよ、実は。リスナーさんの。リスナーさんが、あの、応援してくれるとね、すごい。あ、怖い、いる。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。サビ、呼べるかも。呼べる。怖い怖い、来た、あっちゃん、ドラゴンソウル、あら、やだ、あ、戦争、あ、あ、僕一回だったから使った、 OK です、はい、わ、何も進めないといけないけど、盗んだ、盗んでるね、盗んでるけど、お宝ハンターが出た方がより、出てほしいね、はい、チャージ来てほしいな、あ、いいね、いいね、いらっしゃいます、どんぐらい倒したら来るかな、みんな優しい、超優しい、あった、できた、できた、できた、ごめんね、コメントができなくて、うまく、ちょっと今、もう、優しいよ、もう今、頑張ってるよ、よし、あ、一つ来た、一つ、やばい、でもこれ、リアドリティオンの手袋じゃない大丈夫大丈夫なんとかなんのかな、これでもなんとかなんとかなる、何ピ、あ、はい、そうか、出せるまでやった方がいいのか、L まで行ったらいいのか、 L まで行けるなら行った方がいいか、どこどこ来るね、いいね、センターからやばすぎても大丈夫じゃない、そうですね、そうか、 OK なはず、なるほど、やばい、ちっちゃいから見えなくなってきた、あ、お宝ゲット。盗んだよ。いいよ、いいよ。あ、呼んじゃおうか。はい。お、いいよ、いい、いい感じに呼んでる。いい感じだね。いい感じ、いい感じ。お、いいよ、トカハンター。盗んだ。いい、いい、いいよ、いいよ、いい感じです。必殺もいい感じです。いや、いいっすね。いや、これ出てほしいね。出てほしいな。この1回出たら、いや、ほんと奇跡かもしんないっす。ジュンさん、宝珠持ち、すごい、すげーな、すごい、やっぱ、盗賊やるんだったらそれがやんないとな、宝珠が、宝珠が、宝珠が、すごい、宝珠タバコってるんだよ、あ、宝珠だ、うん、なるほど、これ確定だなっていうコメントもあるよ、あ、誰も現れない、あ、誰も現れない、これが最後か、いや、まだ呼べる、まだ呼べる、多分呼べなかったら、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、OK、 あ、やった、これでしょ、さあ、これで開けてみよう、開けてみるか、いい、開けちゃう、いくよ、いっせーので、はい、あれあれ
ことが。ですので。もう一回頑張ろう。もう一回頑張ろう。もう一回頑張ろう。今、締めようかな。今、もう一回頑張ろう。やはり簡単じゃなかったの、これ。ちょっと待って。やはり簡単じゃなかった。もう一回頑張ろう。ワンちゃん。ちょっと待ってよ。あれ、まださっき言ったよね。あれでもやらない。探そう。あの、まだね、いるんですよ、これ、絶対。でも何回でも出てくるんですよ。キラキラ。あったら。マジか。いたいたいた。僕の方にいる。僕の方にいる。僕の方にいる。これ当たる人関係ないよね。よし。いい。あ、どこ、あら。これは確かに。でもすげえ頑張ってるよ。もう一回行ってみよう。うわ、男向き。あ、素敵。すごいな。探検いいっすよ、ドクタナが。素晴らしい。あ、よん。なんかな。あ、あれ誰も来ない。なんで。待ってるよ。なぜ。なぜ。教えてくれた。来た。来た。来た。よかった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 。おお、気合いだ気合いだ。あ、すごい。マジ本当にあのあれがすごいっす。間違えた。必殺が出るのがすごいっす。確かに。なんだなんだ。あ、もう知らなかった。あ、もう必殺が出たらあれなんだ。あ、来ない。頑張れ。どうしよう。いいよ、向かい呼んでるよ。あ、来た来た。危ない危ない危ない。ありがとうございます、応援してくれてありがとう。チャンス来たけど、どうしましょう。チャンス、守備力を下げ、ここにしてみようかな。アサブトじゃない。なんだ？アサブトいいね。この子面白そうだな。そうなんですよ。もう呼んでもいいかもしれない。呼んでる。やばやば。うん。これレベル50。あ、で、必殺チャージ、ちょっと待って。必殺チャージあるから、ちょっと待って。ちょっと待ってよ、おたかさんか。おしおし、オッケー、オッケー、呼んで、呼んで大丈夫。はい、呼んじゃう、呼んじゃう、呼んじゃう。さっきずっと呼びていいよってコメントだって。わかりました、ずっと呼び続けていきます。すごい、また引っ張った。すげえ。いや、マジすげえっすよ。じゅんさんすげえ。あ、DE が乗ってんだ。もう声が似てる、声が似てる。頑張れ頑張れ。来てるー、起きてまーす。もう本当にあと35分だよ。あと35分で、本当にあと35分で終わるよ。あ、必殺が出た。いいね。どう B から B から B から F まで来たらいいね。いいね。次次もう積んでんのかな。もう盗めないようだ。あ、次は F、F、次は F? F 盗んだ。 F は盗んだ。 G 出てきたね。でも先に F をやっつけた方がいいですね。そうね。はい、ちょっと待ってよ、呼ぶの。はい、攻撃してます。
お、いいね。最新スタート。気持ちいいね、今。気持ちいい。いいからね、じゃあ。あ、一つ。いい。いいよ。いい感じ、いい感じ。いい感じだよ。いいよ、いいよ。来てほしい、来てほしい。ねおいよ。ありがとう。頑張れ、こうちゃん頑張れ。みんなもありがとう。頑張れ。もうそれ、よし。もうで呼んでもいいかもしれない。呼んじゃおう。呼んじゃおう。さあ、エジしたよ。さあ。おお、いいっすね。じゅんさん。すごいね、ジュンさんの必殺。ジュンさん必殺装備でかった、すごい、マジで。いや、この、すごいっすわ。起きてる？起きてる？起きてます。超余裕です。ファイティン、ファイティン、ファイティン。なんかこれ、これ良かったね。なんかピンクの応援すごい。そう、このね、この、すごいでしょ、この一体感がすごいでしょ。これはすごい。いや、もうちょっとね、泣きそうになるんですよ。そう、変だね。すごいね、これ本当にもう最後の。しかも自分が作れないのに。水の羽衣は手作れないのに。アイテムなんだ。呼べる？あ、呼んでた。あ、アイからもう盗めない。歌ってくれてる人がいる。え？負けないで歌ってくれてる人がいる。何をサライ？負けないで歌ってる。負けないで。負け。サライの。武道館聞くよ。全然静かだから曲違うけど。嬉しい、ありがとうございます、本当に。超やべえ、ね、超やべえよ。感動だね、これ。めっちゃ失敗。めっちゃ感動でしょ。これ。J。J、J、J。感動だな、これ、本当に。サタライ持ったよ、サタライ。どうか、どうか。もうわけわからないけど、どこにいるのかな、もうどこにいるのかよくわかんなくなってるけど、わちゃわちゃしてるの、わちゃわちゃしちゃっても謎の感動がいっぱい。あ、チャンス、あ、チャンスだ、あ、チャンスだ、どうなんだろう。暑いな、これは。じゃあ待って、チャンスをこっちに取りとこうかな。青山さん、お願いします。お願いします。なんか、サイフィーの方でお稲荷の顔でくってらっしゃる。はーい。あ、応援ありがとうございます。マジで、ちょ、あ、ね、盗む。あと1個か、切れて、切れてるね。あ。お、盗んでる。呼べない。あと一匹。あと一匹。とりあえず呼べない。とりあえず呼べない？呼べたー。呼べたー。最後まで来た。最後まで来たけど。出てー。トリックが泣き始める。コメント面白いもん。いや、ほんと天才だと思いました、ね。出てきた。あ、いいね。笑顔のまま歌ってる人がいる。甲骨、甲骨、甲骨です。アンキモさん、本当にアンキモさんかもしれない。本物だもん。本物っぽい。負けないでます。本当に体が広いの見に来てね。やばいやばい、泣きそうかも。いや、すごいよこれ、やってることは。これで出るかな。必殺はちょっと出ないけど大丈夫かな。あ、甲骨本物でした。さて、アイコさん、さてこれで出るかどうかですね。
せーの。閉めます。お疲れ様です。本当ですね、依頼書ですか。緊急依頼書じゃないよね。依頼書は203の欲しいやつですね、うん、まだ時間あるけど行けますか。どうします、行ってみようか。ラス行ってみますか。ちょっと MP、 私水あるから、あ、それを魔法の聖水を使う。じゅんさん打ち上げますからね。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。これで見つけよう、見つけよう、見つけよう。まだね、いる、レッツゴー。すぐそこにいる、すぐそこにいる。じゅんさん、本当にありがとうございます。じゅんさん当たります。はい、痛い。じゅんさん、じゅんさん、これはなかなかのつわものですね。でもしかしこれは本当にすごい。今日の質問を止めて、これでなかったら延長なの？延長はしません。延長はしません。すいませんけど、しません。リアゾンは水の羽衣？羽衣いやでもこれ盗賊楽しい、楽しいよこれ、面白いのこれ、ドラマがあるな、うん、お出た13のお宝ハンター、お宝ハンターめっちゃかっこいいなもん。あ、必殺出た。じゃあ B から私。いいよ、ええ倒したよ。お、あ、間違えた。お、もう、あ、B からは？ B からかな？わかるよ。あれ、もう、顔がやばい。寝てないけど。待ってよ、ちょっと待ってよ。頑張って。みんな寝かせてくれてるよ。うわー。はい。大丈夫。起きてる。起きてます。寝てるように見えちゃった。全然起きてる。もう超元気。起きてるよ。イエーイ。あ、起きてる。超元気。頑張る。よしよし。 C ね、 C からも盗めないのかな。甲骨です。ヨースピさんから甲骨出た。あ、レシピが出るまで終わりません。いやしんど。あ、必殺 C から盗んだ。あ、違う、もうやればいいね。よし本人なのかな。本人だと思います。多分本人ですね。いや終わります。12時にも終わります。はい、出そうこれで。はい、絶対出ると信じてる。いい言葉。そう、絶対出る。いい言葉。よし、呼んじゃおうか。もう呼んじゃう、早い、呼びます。呼んじゃおうか。いやー、あ、本人ですね、よしさん。わお、ありがとうございます。パチパチこれ歌ってくれてる。歌ってくれてる。すごい。体重がないか。ないじゃないか。いや、これ本当にすごいね。出て、本当お願い。私たち感動ください。もう全米も泣いてる。おお、やばい。
脳内で音楽が流れてます。流れてます。いやー頑張ってる、みんな頑張ってる。ジュンさんまた膝つった。おーすごい、ジュンさんすげえ。あ、ちょっと膝つきた。これはいいからでいいのかな。なんか泣けてきたんで、ごめんなさい。なんか泣けてマジで、ちょっと待って、まだ泣かないで、まだ泣くの早いぜ。いい、F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 。全部が泣いたってやったー、みんなで泣こう。福井、福井、あ、福井、あ、呼びすぎた、しまった、ちょっと呼びすぎたかも、ちょっと待ってね、倒してこう、倒してこう、寝てほしいな。寝てくれー。そう、あんとき、まあそう、寝る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 。寝じよう。みんなちょっと感動すると。ランナー流れてきた今。ランナーが。今 H か、 H だ。今ね、 G。あ、G やってるの？あ、H まで出てるけど。OK。あ、でも I も出た。あ、必殺。あ、ホタルの光歌ってる。終わるの、終わるの。終わるよ。ウィーガーだってなんか音飛んだ。え？音飛んだ？マイク？え？なになに？耳が、ひ、どうしたどうしたどうした？マイクが壊れた。マイク爆音だって。マイク、どうしたんだろう、急にどうしたんだろう。マイクの24時間で限界を迎えた。どうした、超ちっちゃくなった。こっちの音が超ちっちゃくなっちゃった。こっちの音がちっちゃくなって、なんか迫力がなくなってきた。ほぼとカズナイさん。誰だ。本人かな。今後ろでやってます。あ、そう、嘘だよ、あ本人じゃないよ。あら、同じカズナイさんがいるんだって。おお、同じカズナイさんが、もう2人とも口が回らなくなっちゃった。口が回らなくなっちゃった。マイクが泣いた。 HHH 泣いていきましょう。今、愛まで来てるのか。愛まで来てるっぽい。頑張れ頑張れ、もうすぐだ。J まで出てるね。愛がね、まだ白いから。愛からもう、ない、読めない。もうちょい、もうちょい。もうほんとこれがラストトライかな。ラストトライになるかな。いや、マジで出て、お願い。お、愛が来るか、やっぱ。出て、もっと出て、もう願うよ、願う、マジで。どう、呼べそう、呼べる、よし。起きてる、起きて、起きてます。あ、もう呼べない。で、私に任せろけーって、そういうこと。必殺、惜しい、出て。お、K が出た、 K が出た、あとちょっと、あとちょっと、はい、出た、 K、 もう最後だね、これね。そう、 L で最後ですね。もう攻撃だ。はい、ちょっと待ってね、ちょっともしかしたら、お宝ハンター、お宝ハンターが出たらちょっと、待とう。必殺、あ、今、ジュンさんが必殺チャージになってるから。逃げたら、全部そうなってた。危ね。
見てよし、本当に最後だ最後最後あ、しかも全部に1つが出た1つが出たすごい私も出たよ、よし、2人で最後もういけるいいよいいよいいよあとは倒すだけかもすごいすごいすごいお願い出てこれまんまいけるっしょ出ろおいおっしゃよしさあお願い出るかお願いあ、レベルアップしたお願いします出て出てお願い行くよお願い出てください行きます、せーのじゃあ帰りましょうかお疲れ様でしたお疲れ様でしたジュンさん、お疲れ様でした。ありがとうございましたね、これ出なかったそうか、ありがとうございましたお疲れ様でしたあと1回いけるかな50分までいくあと7分でいけるでしょ何分でここまでやった10 7分、10分ぐらいは延長はしない11時50分か55分ぐらいまで行って最後お母さん喋ってるんでねうんあと一回行きましょう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 あと一回行きましょうお母さん最高もう素敵ラブラブあと一回行きましょうあーごめんなさいいい全然最後の最後ここで終わらないんだみたいなねこれ次で本当最後だからあいねえないないあれ近づい探していいよ。逃げるから。で、かずふくんに、あ、ぬか床スライム。お水。あるあるある。あるある。うん、あ、キラキラ。あの、なんかね、こっち降りてった方とかにもね、キラキラ。見ってもらった方がいいか。あ、いたこれはこれはこれ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 いたよいた、あ、始まってない。いた、いた、あ、ぶつかっちゃった、ね、ぶつかっちゃったけど、いい？これみんな来れる？いた急に落ちまっちゃったけど、大丈夫かしら？オッケー、大丈夫ラストチャンス、ラストですラストチャンスラストチャンスガシガシ呼んでいこうえ30はいやばい、なんか心臓がドキドキしてきたいや、ほんとこれが本当に最後になるじゃあ、もうマジでもう最後いや、もう本当最後だねうんあ、頼むよ、マジでジュンさん、ほんとすいませんジュンさん、ほんとすいません、ありがとうございます、ほんとに時間大丈夫かな仕事とかじゃないまあ、ここまでやったらいいかほんとすいません、ありがとうございますじゃあもうこれでほんと最後だからふふ大丈夫ですかすいません本当にめっちゃ嬉しい休みです休みですいやー応援嬉しいですねねーいやーいいねこうちゃんの元からファンパイ決まれ決まれ決まれいやー次こそは絶対すげーなあ、嬉しいね。エアドローンに負けるよって言ってくれる人ありがたい。ありがたい。あ、チャンスした方がいいのかな。本当かな。あ、もう見つかった。お、すごい。あ、下着れた。リーカー取れるかな。
加工も3分。あ。D から行く？今 C かな。C か B どっか。D がね先に黄色になったけど。行っちゃう？あ C あ C だ。C だ。C の方があれだわ。レアドロロ出て。レアドロロ出てくれ。あ、もう盗めないんだっけこれ。わたわたしてる。とにかく G だね。超わたわたしてて。あ、いいねいいね。わけわからない私の画面は。もはやもうわけわからないんだけど。じゃあ私もちょっと。めっちゃ適当じゃん。飲みすぎました。ちょっと待って、ちょっと待ってね。いいね、順番にじゃあ、いいかな。48分。マジつけ欲しい。今いいからが一番いいか。あ、2つ。いいから取れるのかな。2つ。OK。あ、いいね。お腹の反対来てるよ。来てる来てる来てる。いいよ。49分。頑張って。頑張って。どうもカオちゃん。カオちゃん。カオちゃん。すごい走り抜けてる感あるな本当に。最後の最後に。いいね。これやってよかったね。やってよかったかも。やってよかった。感動みんなで味わって。ごめんね、最後の最後にちょっとまた、ちょっともう、諦めが悪く、4回目ですけども。いや、そこが感動を呼ぶ。それかもしれない。少し呼ぶよ。H。そうね、H。あ、いいね、これ。出るまで来るのかな。ギリギリ。10まで来てる。あ、出た。あ、ダメだ。なんかすごい。全然あっちに行けないや。多すぎて。多すぎて。やばい。全然行けない。3連続。なんか向こうに行けないんだよな。なんだろうこれ。敵が。ダメだ。ダメだ。どっちなんだ。H H か。今ね、H を。あ、いいね、倒した。あ。次は、I。あ、J、J。もうちょい、もうちょい。呼べる？あ、呼べてる？今、
せいだね。あと1個選ぶわ。読みます。ゴーゴー、ピーターよ。頑張れ、頑張れ。うわぁ、チャン切ってるけどどうしようかな、これ。来た、エルまで来た。エルまで来た。52分。もうこれ倒すからだね。そうね、これでもう本当に終わりなんで。いい時間帯。どこに広げるのか分かんなかったけど。まあ、多いな、ありがたい。出て。お、一冊？出最後最後最後。よっ。ああ。すべて。待って。待ってこれ。これさ。これさ、そう。これ。もう。何まさかの木の箱。あれえぇ、ー、いやでもでもでもマジか。中身と見た目は違う。開けてみよっか。せーの。取っちゃった。あ、ごめんなさい。もう閉めることも忘れて取っちゃった。以上です。以上でございます。皆さんありがとうございました。いや、あのね、メガネ今疲れちゃってすごい。涙じゃないですよ、これは。いやー、本当にもう、ジュンさん、本当すごい、ありがとうございます。ジュンさん、そしてもう皆さんですよ。もう、応援。皆さん、ありがとう。見てください。いやー、本当にもう、すごいね。すごい。あ、ピック終わりよ、ここ。ちょっとここにいると、もしかして、写真の、うちの可能性もあ、写真撮ろっか、なんか。この木の箱の前。木の箱、あー、木の箱、撮っちゃった。くそ、撮っちゃった。あ、やばい、変なの来た。あー、変なの来た、変なの来た、ちょっと聞こえた。あと、ちょっと、なんか、ま、あ、この辺から、あ、あの辺のキバイラロードをちょっとバックに撮りましょうか。はい、なんかみんなごめんね、変なところに集まっちゃって触れるかな、なんかあの木まで、あ、やばい、リビングスタッフなんとかがなんちゃらがいる、なんちゃらがいる、いや、どうしよう、母ちゃん、あと5分、あと5分、あ、すいません、これで映る、映れる、よし、行こう、3、2、1、チュースわけはわかんない。わけわかんない。あ、本人が映ってない。どうだ。あ、ちょっと変な、ね、大丈夫、モンスターがいる。変なモンスターがいっぱいいる。モンスターがいっぱいいるけど。出たがりだな、このモンスター。サポート仲間。サポート仲間。消したとて。消したとて。あと4分だよ。あと3分、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あと3分ちょっと。よし、もうこれで OK にしよう。写真をこれで OK にしよう。あ、これでいいの撮れた。OK、撮れた？撮れた。ほんと？よし。じゃあ、ということで皆さん、ありがとうございました。もう本当にも、もう、リスナーの皆さんと、もう来てくれた、来てくれた人、もう来てくれたなくても、本当、初心者たちの皆さんと、もう本当に皆様のおかげでございます。
そういえばですね、27時間、あと4分、3分で完走となります。まずこんなにですね、タスクさんの差し入れ、広告設定、それから、コミュニティ登録、たくさんですね、ありがとうございました、本当に。いやもうね、たくさん皆さん見ていただいた方も、見れなかった方も、これから TS 見る方もですね、本当にありがとうございます。一緒に、言ってくれたおさびんもありがとうございます。うん、ここ貸してくれたグレーブカンパニーもありがとうございます。ありがとうございます。本当に、あと2分半ありますけども、最後までね、サーピーもずっと言ってくれ、ちょっと映ってないけど、ちょっと、サーピーもここの、ちょっと、起きてます。私も。もう、全然起きてますよ。はい。はい、私も何気に裏側で16時間初めて配信させてもらいました。はい。もう本当お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます、本当に。はい。一応じゃあ、わさびの顔ちょっと。いいです。俺はいいって言ってるじゃん。いやー、面白かった。本当にもう、よすびさん、あきもさん、斎藤 V さん、もう来てくれまして、でもいろいろと皆さんよくしていただきまして、ありがとうございます。じゃあ、歌いますね。桜吹雪のララ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 、もう喉がね、ちょっとどうもね、喉が二人ともガラガララ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 ラ、あと1分ぐらいある。告知などあればいいですね。あ、告知などあれば。あ、ね、あの、ニコニコさんが2曲って配信があるそうですし、あ、ベッティちゃんは土曜日に、ライブがあるそうですし、私たち、私も何やかんや、まあ、ツイッターとかで言いますので、そちらをね、チェックしていただけたらと思います。はい。あ、もうヘロヘロです。ヘロヘロですけど、寝落ちすることなくですね、ほぼ。うん。はい。寝落ちはしなかった。しなかったね。うん。ちょっと回線の問題がちょっと若干ありましたけども、なんとか、おばあちゃん、なんか、どうぞ、なんか、もう、アピール。いやー、もう楽しかった、アピール。リスナーさんも、画面使ってアピールしてくださいませ。アピール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 イェイイェイ !27 時間ありがとう、最初も来たよ、ね、レアドの続きはまたどっかでやれたらやるかもしんないし、買うかもしんないし。いやいやいや、自分で作れないのに買うんすかい。ということで、本当にずっとね、リスナーさん遊んでくれた方も、遊べなかった方も、皆さんありがとう。